始まりました。杖源金沢と DMM.com によりますネット配信番組杖源 NOW ということでですね、この DMM.com スタジオからお届けしております。さあ、この番組初めてなんですけれども、開幕に向けて、2月24日にもうね2019年度開幕しますけれども、その開幕に向けてですね、ファンサポーターの皆さんと共にですね、杖源金沢の楽しみ方を、共有できたらなという番組となっております。はい、固い話は抜きにして、私太平正彦と言います。どうぞよろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。さあ、そしてはい、ハロハロハロ、国会デル部のがむしゃら監督顧問みやふこと宮村ゆきです。今日は明るく元気に頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。あのねものすごいなんか乗ってやってやろうっていうね、はい、気持ちはわかるんですけれども、はい、瞬きの回数多すぎるわ。めちゃめちゃ緊張してるやろ。緊張そうでしょ。昨日自身でしかないです。何言うてんの。今日頑張りますね。頑張ってよ。よろしくお願いします。あのね、2時間今からやるわけで、はい、もう2時間の生放送の番組やるの初めてや言うてたんか。だからなんかほんと興奮なことしてましたね。おまじないみたいな。あの、人という字を書いてこうやってずっと飲んでるけど、横で見てたらずっと入るという字書いて。違う違う、ちゃんと人って書いてました。書いてた。でもゴールを決めるっていうね、ゴールっていうのが入るよね。やっぱり入るって書いてたよ。認めてるやん。さあ、ということでね、もうミヤムって呼ばせてもらっていいですかね。お願いします。さあ、そしてですね、やっぱり杖源金沢のことですからね、杖源金沢のやっぱり一番よく知ってる、ね、やっぱスタッフの方に来ていただかないと、はい、中の方に、はい、ダメということで、まずあちらからご紹介させていただきましょうか。杖源金沢事業部長の中山大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてもう真ん中見て、もうね、ユニフォームバリバリ、言うても現役言ってもしゃあないんちゃう、いいんちゃう、これね一番似合ってるわ。さあ、今年から杖源金沢アンバサダーの辻尾真嗣さんって言いにくいね、これ選手ってなってしまうんだけど、ね、辻尾真嗣さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、そして、辻尾さんが入ってきたことによってアンバサダーを追い出されたという、ね、はい、やばいですね。はい、田代雄平さん、よろしく、はい、お願いします。お願いします。お願いしますね。あの、それぞれがやっぱり杖源金沢のこのね、イメージの、服で着てるわけなんですけれどもね、中山さんの着てるそちらの服は確かにこれはやっぱこれでしょう。いや分かるんすよ。ヤサガラス、2年ほど前から、そうですね、あの2年ですね。2年前は最悪ぐらい人気なかったんですけども、どうです、やっぱ去年あたりから人気も出てきましたか。そうですね、ようやくこう人前で来ても大丈夫かなっていうくらいの人気にはなってきた。人前で来てもね、あのこうやって見てたら中にね、あのお一方だけやっぱり着られてる方がおられますから ね、お二人、お二人、あ、中にちゃんと来てますね。ちょっと脱いどいて、赤いのちょっと脱いどいて。人気もそろそろ出てきたということですか。そうですね、あの、はい、言ってましたもんね、あんまりこれヤサガラス作ったの自分やっていうのを知られると、あの、攻撃されるから嫌やみたいなね。はい、今日もその覚悟はしてきましたけどね。あの、すいません、作ったのこの方ですから、しっかりと顔覚えてくださいね。やめてもらっていいですか。さあ、そしてアンバサダー就任という辻尾さんですけれども、はい、慣れました。徐々にですけれども、仕事の方が入ってきました。あの、頑張ってます。だってアンバサダーでやっぱり来たみんながまだね、ちょっとサインくださいっていうアンバサダー、先ほどもあの、サインくださいって言ってね、控室の方にね、手を挙げてらっしゃるけど、来てました ね、やっぱりファンの方がいらっしゃる。あの、なんかやっぱ全然違うでしょ、選手とやっぱりこういう風なこう、裏方というかスタッフに入ったら。そうですね、同じこうサッカーの業種なんですけれども、本当に裏方に回らないとわからないことが本当にたくさんありますし、本当に勉強になります。あの、逆に、なんか自分が現役でやっててこう支えられてたんだなっていう風な思いも今やっと。そうですね、今のスポンサーの方のところに挨拶してるんですけれども、本当にたくさんの方に応援してもらって支えられてるんだなっていうのを改めて感じます。そうですよ、はい、支えられてるんですよ。もうそのありがたみを忘れた田代さん。待ってくださいよ、全然忘れてないですね。全然忘れてないですよ、本当に。はい、なんかね、もう言うたら巷では困った時のタッシーという。そうですね。なんかあってイベントことで困ったらタッシー呼んどけみたいな話も。そんな感じで、もういつも中野さんがそんなこと言ってくるんで。ね、でもそうは言ってもね、営業部長ですから、我が社の。
営業部長2月1日をもちまして、なんで今日も、ポロシャツとかで来ようかなと思ったんですけど、しっかり制限のネクタイと、シーツを着て、シーツ、はい、しましたよ。スーツですよね。あ、スーツシーツを着て、うん、大丈夫ですか、はい、営業の方だからバッチリですね。バッチリ、はい、何がバッチリか分かりませんけどね。さあ、そしてね、はい、当初は中山さん、もう今日この番組初めてじゃないですか、はい、もうぶわーっとこうサポーターの方と、もう30人のサポーターの方、ファンサポーターの方ね、はい、もうちょっとこうもう入っていただいて、もう厳選で言う話だったじゃないですか。そうですね、多分扉の外にあと50人くらいいると思ういやもう開けてあげても、開けてあげないですか。もうえりすぐったこのファンサポーターの方今日来ていただいてますけれども、よろしくお願いします。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 ありがとうございます。ネットの配信番組ということで、はい、もう本当にもう自由にいろいろな意見なんかも聞かせていただこうと思ってますからね、もうどんどん喋ってくださいね。前二人、これ、はい、アイドル部の方じゃないですか。そうなんです。今日は応援に来てくださいました。はい、応援に来てくれたんですか。応援に来てくれたね、ミヤムの ね、応援とつい、あ、です、ミヤムとつい、俺はどこに行ったよ大平さんのね、俺はどこ行ったよあ、さあ、そして、はい、お名前と、ありがとうございますありがとうございます。シーゲンさんでもなく、もう太平さんの応援に来たって、ね、いやもうなんか世間が分かってるわね。そしてね、ちょうどこの中でね、映らんといたろうっていうところで、ね、隅っこの方に座ってんねんけどね、某局の、はい、もう女子アナ、うん、もうツエーゲンが一番大好き、ね、うん、Z から始まるザマって言うんですけどね、もう言ってるんですか、もう言っちゃってるじゃないですか。言っちゃいましたけどね、そう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 、ちょっと隅っこの方にいてるんですけどね、うん、前の方に ねなんか後でまた終わった後に多分ミヤもダメ出しされると思うよいっぱいご指導いただけたらと思いますさあ、そしてですね、こちらの、ライブ配信なんですけれども、つえけん金沢の YouTube 公式チャンネル、そしてつえけん金沢 Twitter 公式アカウント、うんうん、こちらの方でライブ配信をされてるということで、はい、今こっちにね、あ、これタブレット、そうですね、このタブレットがこちらの方に、はい、我々も映ってます、今はね映ってますけれども、はい、YouTube の方からだとこちらの方にコメントもできるということで、そうです、随時そちらの方もご紹介をさせていただこうかなということになっておりますんでね、はい、で早速コメントが来てますけれども、ね、ちょっと待ってよ、はい、今俺なちっちゃくて見えへんよこれ本当にめっちゃこんな字色の私は見にくいですけれども、これちょっと頼むわ、もみやむが読めますね、これ辻尾さん、ユニが似合うわ、うん、ありがとうございますほら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 やっぱそこやわ、覚えてきますよ、ちゃんと来てますよ、ね、来てるね、スエーゲンナウ見てまーす、はい、ありがとう、はい、ホリケンさんっていう方、あー嬉しいですね、ありがとうございます、参加もできますからね、はい、どんどんコメントもいただきたいと思います、こっち全然見えてないんで不安でしょなんでそんな、いやだから見に来てくれたらいいですよここに、ね、自由にそこ移動していいですよ、ちょっとこうちゃんと、はい、ただね、中山さんね、見えへんと思うわ、これ絶対絶対見えへんと、これちょっとね、この絵ですよね、この絵ちょっとこれなんか面白画像になってしまってませんか、これみんなで必死に覗き込むっていう、だって俺こうやってても見えないやからね、そんなですか、いやちょっとみんなも気になれ気になれちょっと気になれ気になれ、いや待ちちょっと来て来て来て、おいでおいで、はい、どう思うこれ、見てくださいこれコメント粒の半分くらい、コメント粒の半分、めちゃめちゃ面白いね、ミヤムと変わった方がいいんじゃないめちゃめちゃコメント上手、いやいや、めちゃめちゃ面白いね、リアクションも素晴らしい、いやでもね、ミヤム、はい、視力はどのぐらいある、1.0、うん、0.5、中途半端やな頼むよ、もうあなたにここのコメントはあなたにかかってるし、はい、生放送感を出すということは、このコメントが来たやつを紹介することによって生感がある出るから、そうですよね、ね、はい、これが必要になってくるから、うん、大変さんいいね、こんばんは、タッシー本気でって来てますタッシー本気ではいはいはい、アンバサダー兼営業部長ですから、はい、そうですね、威厳もそろそろ出していっていいよ、どういうこと本気でって本気でも伝わってないと思うね、でも本当ありがたいです、うわ、いっぱい来てる、
お、どんどん来てる。いっぱい来てます。本当にたくさんください。辻尾さん寒そうって人え、待って、みやぶはめちゃめちゃ寒い。あの、ていうか、ていうか、あ、ごめんね、みやぶこう細ないか、大丈夫、食べてる。食べてます、食べてます、食べてます、食べてますよ。やっぱりあのね、アイドルなんで。アイドルだね、アイドルだね。あ、はい、でも今日一応バレンタインデー。あ、そうですね、2月14日だったら、はい、やっぱりこうアイドルもやっぱ誰かにこう、はい、チョコレートとか渡したりとかするの。あの、メンバー同士で交換とか。いや、それ全部女子やん。女子で、ギリチョコと、ギリ友チョコってやつですね、はい、本命チョコはまあ渡す相手がまあいい。やっぱりアイドルやから、それはね、どこ見たお前。いやいやいや、この中から探そうかなって。勝手にですけど。あのね、違います。何でした。俺言うとくけどね、あの、今日ザマちゃんと一緒に番組やったけどね、はいはい、チョコレートなかったよ。あーおーあーおー。まだ12月10、まあまあまあ、あ、違う、2月14日まだ続くから、まだ続くからね。もしかしたらこの番組のやつ、そうそう、まだ続くからね、お疲れ様っていうのね。12時までは期待したいと思いますけれども。さあ、そんな話はどうでもいいのよね。この番組はですね、ファン、サポーターのみんなと、杖源金沢の楽しみ方、特にやっぱり2月、24日からスタートしますけれども、はい、まずはアウェーが3ゲーム続くんですよね、うん、そして3月の17日、いよいよホーム開幕戦、はい、このやっぱりあのホームでのね、楽しみ方っていうのもちょっと皆さんにも聞いてみたいし、うん、これをライブ配信でも聞きたい。で、今日はあの5つほど、はい、いろいろ事前に聞いたんですよね。そうなんですよ、うん、聞いてました、はい、エピソードということで。何ですか。まず、デデン、1個目、うん、ちょっと待って、1個目が最初に来てなかったっていう。あのね、ごめん。まとめとこうよ、これね。タイムです。言いますよ。まずはね、ちょっとエピソードをご紹介するんですけれども、はい、最初のエピソードはね、試合観戦だけじゃない、うん、密かにやってる自分流スタジアムの楽しみ方。イエーイ。これいろいろあると思うんですよ。ちょっと皆さんにも後で聞かせていただきますけれどもね、皆さんはやっぱりホームゲームは最低でも来ますよね。うん、でもうできる限り何事もなかったらやっぱり足を運んでいただいている方だから、もちろん試合は楽しむけども、他にもやっぱりちょっと楽しみ方あると思うんですよ。それまたちょっと後ほど聞かせていただきますんでね、ちょっと考えておいてください。そうですね。さあ、そして事前に聞いたこのアンケートによりますと、はい、アンケートによりますと、まず一つ目、はい、はい、自分は応援声出しが生きがいです、はい、でもちゃんとを間違えることが多くて、ええ、自分より前にいる人が振り向くことが気になって、うん、いつの間にか最前列にいました。最前列です ね最前列にいました、ええ、ここなら間違えても振り向く人はいませんから、だそうです。なるほど、ちゃんと間違えるってこれダメじゃないですか。ええ、いやでもね、間違えたとしても温かくで、ね、うん、皆さんきっと教え合ってやってるんじゃないでしょうかね。あのだ、うん、あ、それ間違えていくと徐々に後ろに下がっていくもんですけど、この方徐々に前に出てきたね。前に自分が正解やと思う。前に出てくる。ああ、なるほど、素晴らしい。まあこういう風な、まあ振り向く人はいませんけども、ずっとみんな前向いてるから余計と注目はされると思うよね。めっちゃ間違っとるぞ、間違えてるでっていうね。まあでもね、うん、まあ、その後ろ指さされても気にしないってことですね。いや、でそれでいいと思うんですよ。試合をね、なんかもう純粋に楽しむ気持ちやからね、うん、はい、他にも来てます。あ、聞かれますよ、来てます、来てます、ええ、はい、これちょっと歌だと思ったんですけど。ちょっと待って、あのな、あの言うとくは自分慣れや、はい、あの普通にちゃんとこうやってまとめてくれて、俺はちゃんとね素晴らしい、こうやってちゃんと質問1なら1ってこう書いてんねんね。書いてある。こうやってここ置いとけば、はい、その1つ目の質問のこれで読めばいいわけやろ。もう分かりやすく全部バラバラにトランプみたいにしてどうすんのどこに行ってるか分からへんよこれ。カードゲーム、カードゲームです。これ貸してあげるからこれ読みも。 ありがとうございます、はい、もう大変さ神。大丈夫ですか、これ大丈夫ですか。いや大丈夫、お前が大丈夫かよ。大丈夫ですか、大丈夫ですか。シートしたの、うちのスタッフが用意したやつなんで、はい、完全にはめられたなって。そういうことだったのか。そういうことだったのか。ちょっと頼むで、はい、あのね、一応あの俺メイン司会者、はい、アシスタント、そうです、アシストすんねん。邪魔してるやん今。やだ、そんなことやらない、そんなことやらないでください。頼むよ、はいはい、しっかりやりましょう、はい、ちゃんと、はい、行きましょう。では続いて、ビール、ビール、ビール、はい、試合前にスタジアムグルメと一緒に、アップが始まったらそれをつまみに一杯、試合中は観戦に集中、うんうん、勝利の美酒は何杯でも飲みたいです。いやー、いいねー、つえげんねー、チャイダイ、うん、それを、つまみにじゃなくてそれを魚にやね、これね、ほんとね、感じは。
大丈夫、みやみ大丈夫なんこれつまん、えこれは魚にね、一杯そうです、ビールね、生放送でどん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 自分がどういう人間暴露していきましょう、なんていや、でも確かに試合始まる前にやっぱり茶屋街ってやっぱり中山さん、あれいいですよね、はい、そうですね、はい、まあ、ゲームが始まるあれ何時間前からでしたっけ、今は3時間前から3時間前から、はい、だから、まあ、試合ギリギリに来るのももちろんいいんですよ、例えば仕事があったり用事があったりとかして、まあ、試合ギリギリに来て試合観戦して帰るのももちろんありですけども、時間があるときはこのやっぱりどうです、茶屋街楽しくないですか皆さん、イエーイ、こうね、いろいろなグルメなんかも楽しめるから、こちらでこの方はもうとにかくビール、はい、ビールビールってことです ね、はい、それでもう試合中は観戦に集中して、うん、またビール、そういいですね、最高じゃないですか、茶屋街の売り上げもアップしますからこれやらしい話、はい、相乗効果ですね、こういう、はい、他にも今年もまたいろいろなグルメも新しいところも出たりとかする予定はある、そうですね、はい、大体店舗の概要は決まったので、期待していただけると、これは3月の17日のもうホーム戦、はい、こちらがね、そうです、またそのビールを飲みながらあそこの噴水前のところにステージもあるじゃないですか、はい、ああいうところでやっぱりイベントなんかもあったりとか、そうですね、ミヤムの司会のイベントがありますから、司会してんの、大変さん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、司会してんの、今日アシスタントなんですけど私のこと全然知らないんですよね、絶対、いや、ね、全然知らないのちょっといや、ね、仕事の役割分担があって、ありますよ、ね、僕は試合の2時間前にスタジアムに入ってスタジアム DJ の、まあ言ったらお仕事、そうです、試合前っていうのはどっちかって言ったら茶屋街の方がもうメインで皆さんそっちに流れてるから、うん、はい、そこで僕はどっちかって言ったら今スタジアムに入られてる方に対してまあちょっと説明をしたりとか、なるほど、ね、何なん今のスタジアムに入ってっていう、ね、そうそう、はい、そうやってるわけよ、だから外を見ることがなかなかできない、そういうことですよね、そういうこと、そういうこと、そうですね、興味がなかったとかではなくて、ね、それもあるかもわからないそうなんです、まあ、2018シーズン、ね、そのステージイベントの MC は、うん、モロケンさんとね、モロエケンタさんとさせていただいてたんですけれども、今日応援にも来てくれてる、うん、北陸アイドル部が、ゼーゲンガールとして、そうやね、はい、マスコットガール務めさせていただいてまして、うん、今年も歌やダンスのパフォーマンスで盛り上げさせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、もう応援しておきますよ、ね、あと10分ほど経ったらあの子と変わろうか、ここなんでなんでやだやだ、嫌なの、2時間、はい、あと20分ぐらい経ったらザマちゃんと変わろうかそれはもうちょっとそうなるかもしれない、ね、さあ他にもまだ来てもらってね、はい、うん、噴水前に2時間前から一番前に座る特別なマスク着用、仲間もありわら、これあれやろ、この噴水前っていうのがステージっていうことですね、そうですね、椅子が毎回ね用意されて、そうです、そこにマスクって何のことやろと私考えたんですよこれ、うんうん、なんだこれあれですね、今中山さんがもう T シャツを着られてる、あ、はい、はいはいはい、ヤサガラスのはい、ヤサガラス党と呼ばれる、うんうん、ヤサガラス大好きなサポーターの方々、そうそう、はー、結構おられてるんですよ、いやなんか多分、私この方やろなって方がいる、ちょ、言った何を喋ってるの、違う違う、今ちゃんと喋ってよ、ご観覧いただいてる方の中にヤサガラス党の方がいらっしゃるんですけど、ネタバレ禁止かなってちょっと今アイコンタクトを取ってたところですけど、だってヤサガラス党でヤサガラスの服着られてる方じゃなくて、じゃないんですよ、じゃなくて、じゃないんです、実はこの中にジョーカーが、ジョーカーがおられるわけですか、打ってこないので多分ちょっとまだ NG、ちょっとまた後ほど教えてもらおうかな、はい、そうですね、はい、さあ最後になりますね、こちらもご紹介しておきましょうか、はい、今ではスタッフも名前を覚えてくれる方もいるので、うん、アウェーに行った時にグッズ売り場で軽く話すこと、はい、サポーターの人ともホームアウェー出会えば軽く試合前や後に杖弦のことで話すことかな、うん、あーなるほどなるほど、アウェーにも行かれるんですねこの方ね、うんうんうん、でもね、そのアウェーもちろん行ったことある、皆さん行ったことありますよね、ね、僕もちょっと去年一昨年と白山ダービーで岐阜の方に行かせていただいて、 FC 岐阜との、はい、DJ バトルみたいなのもさせていただいたんですけど、うん、あそこでやっぱりスタジアムのこうモニターってビジョンがあるじゃないですか、あそこに紹介してくれてやると、はい、帰り品とかに
あれかっこいいですよ、いいですわ、ゼーゲンさんのあの紹介いいですわ、あんまり褒められることないから、こっちでは俺どっちかと褒められて伸びるタイプなんやけどでも褒められることないからそっか、そうだから岐阜に行った時にすごい気持ちよかって、だからスノーボードも最近岐阜にしか行かへんのなんだ話ちょっと好きになってきてね、でもやっぱりずっとホームでいるとね、わからないことがやっぱこう外に出た時に、うん、あるあるね、そう、こんだけすごいことしてるんだなっていう声優金沢結構あれ、まあ辻尾さんはまだわからないと思うんですけど、うんうん、中山さんとか、タッシーとかはそういうアウェイとかも行くことあるじゃないですか、ね、はい、そういうところでやっぱりこうオリジナリティもそうやけど、いいところとかこう吸収したりとかっていうのはあります？そうですね、僕は結構 J1、J2、J3 ほとんど多分見に行ってるので、いろいろ勉強はしたりは取り入れてることはいっぱいあると思います、うん、あ、やっぱりあこういうのはいいなっていう、そうですね、でもやっぱ大変なのが一番いいんですけど、ね、ちょっと水飲んどこケータリング。あ、もうそう、なんかそう言われるとね、やっぱ伸びるタイプやからやっぱ嬉しいね、そうですね、褒められると嬉しいですね、褒められて伸びるタイプ、はい、褒めるとこ考えとくわね、ちょっと、なんでそういうこと言うんですか、褒めてくださいさあ、ということでですね、はい、密かにやってる自分流スタジアムの楽しみ方っていうのアンケートでいただいたんですけども、うん、来てますか？いっぱい来てます、たい平さん、まさかの MC ミヤムを知らないいや、それネタですよ、ネタです、しっかり知ってるんですよ、ただ、ね、その現場で会うことないっていうことですから、ね、そこ選んだやろ、今わざとちょ、たまたま上に出てきたんですよ、そこも紹介して、はい、ヤサガラス劇場、音響のボリューム上げてください、おお。おヤサガールが最善なのじわるって書いてある、最善さんで最善ですね、でやっぱりよう知ってるわ、他にも来てますか、他にも、ええ、ゼーゲンガールのライブにたい平さんもいらしてって書いてあります、あ、いいの、来てください、え、ぜひ行くよ行くよ、言って、え、行く行く、来てくださいよ、喜んで行くよほんまに俺喋るの大好きやねどこでも喋るし、ぜひ来てください、それは嬉しい、嬉しいね、他ありがとうございます、まだこちらもね、はい、ご紹介させていただきますけど、せっかくですから来られてる方にも、うん、密かにやってる、う、ね、うん、もう言ったら多分これ誰もやってないんちゃうか、俺だけ、私だけが密かにやってるこのスタジアムの楽しみ方ってある方おられます？ない？ね、もしかして言ってみたら誰もやってなかった、うん、そうそうそう、っていうパターンもありますんで、ねえ、ね、どうですか、楽しみ方をぜひ、なんかこう自分でやってるスタジアムの楽しみ方ありませんか、ゴール裏で応援してるんですけど、試合中選手が辛いと思う、なんでその気持ちに近いっていうのが辛いですか、はい、一緒になって飛んでくる、これ選手の気持ちとしてこうなんか応援されるとやっぱりめちゃめちゃ嬉しいです、本当にこれほらもうやっぱりこう応援してくれてる時力になったんじゃないですか、現役の時っていうのは、ね、そういう気持ちで応援してくれてるっていうのをまたこう改めて聞けてめちゃめちゃ嬉しいです、 あのね、辻尾さんには 要は選手もよく知ってるじゃないですか、はい、清原選手なんかもずっと一緒にやってましたし、はい、であとサポーターの気持ちも今よく分かるようになって、はい、もう言ったらこの つなぎですよね、もうこの声を届けてほしい、もう中間管理職的な役割そういう役割で、役割で、はい、こういう風な思いをサポーターを持ってますよっていうのが届けてほしいですよね、はい、選手に頑張ります、お願いします、はい、タッシーにはそれは期待してないから大丈夫ですよね、いや実際どうなんですか、選手とかやっぱ後半30分とかめっちゃきついと思うんですけど、飛んでるサポーターの皆さんも後半30分とかめっちゃきついんですか、いや、ずっとやっぱり飛んでたらやっぱりきついよね、あの普段あのゴール裏で飛ぶためになんかトレーニングとかされてるんですか。すいませんでした。すいません。すいません。さあ他はないですかね。ねよく会場でこうお見かけするんですけども、もうほぼほぼもう皆勤賞ね。ですよね。どうでしょう。そのスタジアムでの密かな楽しみ方とかないですか。いいんですいいんですよ、みんなやってると思ってても実はやってない方もおられるかもわからないんで、ええ、
はいはいはい。もう、このポールとか練習とかでボールが始まる、うん、その時までには全部やってることを、でそこから始めないと気持ちが楽にならないっていう。なるほど。やっぱりこの自分の中でそういうここからやっぱりその場にはいないといけない。でもその前は早く行って、うん、茶屋街を楽しみたい、ね、せっかくやから。あ、でもやっぱりそうなんですよ、茶屋街はやっぱり絶対行くべき、来たことない方はやっぱり行くべき。毎回いろんなお店あるから多分そんな1回じゃ回らないはず、うんうんうん、そう、その今日はここ今日はここみたいな感じで順番に楽しんでるかも、うん、そうですよね。全部回ってたら腹ちぎられますよね。ちぎれる。美味しいもたくさんありますしね。アウェイの方なんかでもやっぱ金沢をね楽しんでいただけますもんね。さあやっぱり茶屋街よ、うんね、で石川県のご当地グルメとかがありますからね、はいはいはい、アウェイの方からしたら石川のそのグルメを堪能できるっていうのも楽しみの一つでもありますね。だってあそこのステージにずっといるっていうことは、はい、一番知ってん違ういろんなものとか。そうですね、こんなのあるよっていうのは人気のグルメとかね。はい、うん、チャンピオンカレーさんとか、ええええ、チャンピオンカレーさんとか、あとカナリアさんはあの、ええ、ハロハロハローミヤム大好きって言ってくれるんですよ。それはどうでもいいからね。それはどうでもいいからね。ね、あの栗からそばさんとか、ええ、はい、あとホバーズさん、うん、あの厚切りタングシのホバーズさんは、はいはいはい、ミヤムが一番最初に写真を撮ってくださったから。もうその話もないから。やっぱ自分中心に回るわけね。はい。そっか、本当に美味しい牡蠣のお店とかもありますね。ちょっと見てくれへんかこれついてなんか。さっきあの運営の方に質問っていうのがあって、ええ、参考にしてるチームありますかって。ああなるほど。これはもう、ね、うんうん、事業部長ですが中山さん。はい。あのJリーグいろいろチームありますけどもちょっと参考にしている。そうですね。まあやっぱ川崎フロンターレはこう僕らからすると、ええ、まあ目標にする一つのチームかなとは思ってます。あの運営面もそうだし、ええ、あのチームの成績も含めて、ええ、あとはこう地域での活動とかも含めて、うん、すごい参考にというかもう目標にしてるチーム、まあ、言ったら J1 でも優勝するチームですもんね。そうですね、ええ、はい、で川崎も昔 J2 行った時は、うん、もうお客さん3000人台だったあるようなチームが、ええ、今やもう2万人毎試合入るような。はあ、そうか。やっぱりそういういったスタジアムのグルメなんかに関してもそういうイベントに関してもやっぱりそういうのは学ぶべきというか。そうですね、はい、グルメだと岡山とか。おー、ファーチャーの岡山ジルズとかはすごいですね、はい、はー、 どんなグルメが出されてるんですか。ご当地のものとか、うん、対戦相手に合わせたメニューが毎回あったりとか、はい、はー、もう皆さん早く来てやっぱずっと食べてますね。あ、そうですよね。あれ、辻尾君は選手の時っていうのは別にそのやっぱりアウェイでグルメとか食べられないよね。何が出てるかすら知らないですね。それ、あ、そりゃそうやね、はい、選手がユニフォーム練習着着て外に出てカレーとか食べたらね。まあ戻れよって話だもんね。それでやっぱりでもこれからはどんどん知っていけるわけですもんね。そうですね、あと僕としてはあのスタジアムグルメもいいんですけど、試合前のアップをぜひ見てもらいたいなと思うんです。ちょっとこれは聞きたい。え、はい、どういうところを。いや、もちろんあの同じアップをしてる時もあるんですけど、ええ、その対戦相手によってこういうアップを しているとかっていう、うん、個人おのおのあると思うんですけど、ええ、そういうのが違ったりするので、ええ、そういうのちょっと見てもらうと楽しみの一つかもしれないです。僕はあの結構あのウォーミングアップとか試合中とかやってる人見たりしたら、あのもう試合をやってるじゃないですか、そこの後ろでウォーミングアップをしている人とかちょこちょこ見るんですけど、はいはい、あの、まあ、こんな言い方ないけどダラダラやってるやつとめっちゃ思いっきりやってる人とかいるんですけど、はいはい、あれはなんかあるの。どうなんですか、まあ、あの上げ方は人それぞれなんで、ええ、あの急に入ってできる選手と、ええ、もうそこでやっぱ上げとかんと、ええ、体作れない選手がいるんで、ええ、まあ、ダラダラやってるように見えてもこう、うん、気持ちは多分作ってると思うんですよ、ね、自分の中ではちゃんと、はい、それぞれ。なるほどな、はい、ポジションによってはなかなか出番がないっていうところもあったりとかしますもんね。そうですね、はい、キーパーの気持ちってちょっと教えてほしいけど、これね、キーパーって言ったらもう必ずもう言ったら一人しか出れないポジションじゃないですか、はい、なのに必ず怪我がもしもあった時には実際にこうね、もうアップもしなあかん、はい、アップしてても、はい、なかなかこう、あ、今日も出番なかったっていう思いでしょ、はい、お話を聞いたことないですか。そうです
ね、まあみんなやっぱ悔しい思いはしてると思うんですけど、うんうん、そこをこらえてみんなやってるので、ね、はい、キーパーはやっぱ特殊なポジション、特殊なポジションですもんね、メンタル的にもやっぱり、ね、難しいところありますね。そう、去年いたの田尻くんなんかは逆にこう出れないっていう思いがあるけど、得点入った時とか一番に出ていったりとかしててね、そういうの見るとやっぱ出てる選手も余計にこう力になりますよね。なるほど、サブの選手は喜んでくれると、うんうん、はい、やっぱサブの選手ってこう自分が試合に出たいっていう気持ちとがあるんで、そっかそっか、こう難しいんですよね。そうやろね。俺辻岡にこの話聞いたんですけど、キーパーの話をなぜあなたに振らんかったんやろなと思ってどこで言おうかなと思ったたい平さんと思って、でもシンジがめっちゃ喋ってるからごめん、もう話そうかなと思ってごめんほんまにこうパッとこう話聞きながらチラッと視線に入って横目で俺見たから、あ、そうやキーパーやったわもともとね、もともとね、そう、結構前なんですけど、そうそうそう、はい、キーパーやってて、そういう思いやっぱりありました。結構ベンチに行ったことが多かったので、ええ、もうまさに俺ですね。いや、その、その時の気持ちってどんなの？ええ、まあこう最初の開幕戦とかは、うん、もういつもめちゃくちゃいい準備をしてるんですけど、これぶっちゃけなんですけど、ぶっちゃけ結構途中になるともう、ええ、ほぼ出ないじゃないですか。いやもう分かんないですよ、ええええ、分かんないですけど出ないじゃないですか、うん、めっちゃベンチで、ええ、ゆったりしてます何を言ってんの何を言ってんのどんなことを言うの？だから早めに返しましたねだからです、うん、らでも本当に気軽に、うん、迎えてます試合の日を。ただ先発とか分かったらもう何も食えないです、何も食えない逆にそう逆に先発じゃなかったら夜のご飯、夜飯とかめっちゃ食うんですけど、もう根っからのサブが大好きなんやねそうなんですよね、そういうことねありがとうございます。いや面白いなこれね、まだだってあれエピソード1しか言ってないよ。はい、ね、本当ですよ、内容ボリボリだくさんで本当や、はい、まだこれエピソード5つまであるのに、これ時間も入るかな延長ですね、延長やねこれね。いやちょっと2つ目いこうか。はい、行きましょう、ね、まだ行けますよね。はい、行きましょう。はい、2つ目はですね、きっかけはこれでした。私にとって初めての杖剣、はい、というということで、うん、はい、じゃあ早速いただいたコメント読んでみたいと思います。今俺が話聞いてる間にちゃんとこうね、はい、トランプみたいなまとめたね、ちゃんとまとめました、ね、成長しました、ね、ちゃんとまとめたね、はいはい、では一つ目、はい、いきます。はい、彼氏が熱烈なサポーター、付き合った時杖剣の試合がある日は私とデートしてくれないので正直杖剣が大嫌いでした。あ、はいはい、でも一回だけ無料券を別の人にもらって行ってみたところ、うん、ゴール裏の様子、こんなにも熱く何かを応援する様子に感動しました、うん、その1回でもう虜になってしまいました。今では杖剣は一緒に出かける日になりました。そうです、いいじゃないですか、いいです、ね、これはいい話じゃないですか。いやそれね、なんとなくわかりますよね。彼氏が反対もあると思うね、うん、もう彼女がもうずっと杖剣ばっかりこう応援に行ってて、もう試合の日はもうデートができへんってなったらね、うん、やっぱ寂しいし、寂しいですね。それが同じ思いになったら、まあ、ホームゲーム、まあ、21回最低でも、うん、もうその日は一緒に同じ服着て、これ公認のペアルックやで。確かにこれマジで恥ずかしくない、全然恥ずかしくないね、ほんまや、ああいうパターンかもわからんけどねああいうパターンかもわからん、確かに確かに、ね、いいですね。それでもだってそれで例えば帰りにやで、うん、だから居酒屋とかでこうビールとか飲んでてももう二人はペアルックっていう思いがあるけど、うんうん、周りが見るとあサポーターっていう思いやもんね。誰もがこう、そう微笑ましくなるね、はい、あそこ後ろのお父さんと前の女性の方ペアルックやばらばらばら俺みんなペアルックやもんペアルックですね。いやこれいいですよ、そこでまた例えば結婚とかまで行ったりするとね、あいいですね、ねそうなるとそれを機に結婚することになりましたみたいな、うん、そういう話がちょっとこう届くとどうですか、なんかしてあげようっていうようななんか会社に杖剣の試合が、ね、結婚式をスタジアムでやりたい、ね、うん、わーっときた、どうすかすごい、これねって中山さんが言ってました、去年これは中山部長の話ですか、ちょっとふと思い出したんですけど、でもあるといいなと思って、実際に、はい、ね、パナソニックスタジアムやってるんですよね、はい、ガンバ、そうですね、ガンバはそこを貸し切ってあのスタジアムで結婚式してるんですよ。これやっぱりそのサポーターとしてはすごい嬉しいじゃないですか、
これ、これはいいですよ。たい平さんが読み上げる。俺、あの、神父さんする。神父さんする、ね、めっちゃ良さそう。俺、神父さん。いいですよ。ほんで、北陸アイドル部ね、ミヤム抜きで歌を歌ってもらいたい。何抜きだ。いやいや、そこ入れてくださいよ。ちょっと。ねえ。いや、でも思うんですけど、うん、あの家族サービスの日にもなるんじゃないかなと思ってて、いやもちろんやで、ねうん、あの石川県、まあ、その遊園地とか、ええ、某遊園地とかたくさんありますけど、ええあのね、ちょっと飽きたよとかちっちゃい子たちが言った時に、うん、じゃあ水源金沢の応援行こうって言って、うん、ステージパフォーマンスもあるし、ええ、美味しいスタジアムグルメもあるし、なんなら試合観戦もできる、最高じゃないですか、ええ、なんでお前自分を一番に言うのと違う違う違う、そこは名前出さなかったですけど、ええ、あの石川県のね、あのパフォーマーの方とかも知る機会にもなりますし、だって、うん、今まで、この J リーグができるまで中山さんね、言ったらサッカーの試合を好きな人が見に行くだけやったじゃないですか、はい、でこれがやっぱ変わりましたもんね。J リーグができてからっていうのはやっぱりサッカーあまり好きじゃないっていう方もやっぱり最初はめちゃめちゃ盛り上がったでしょ。そうです ね、 ね、はい、要はその選手がちょっとアイドル的な存在であったりとかいうのもありましたけども、うん、入り口はどうあれすごい人気が出たじゃないですか、はい、で今はそこ落ち着いてきて、本当にサッカーを純粋に好きな人とかが今度はサッカー以外にそのスタジアムをちょっと楽しめたりするっていうようなね。そうですね、だんだん変わってきて、はい、それを今度飽きさせないということでいろいろまた、はい、と考えて、はい、出てあるのがヤサガラス。そうですね方向性大丈夫ですか。まあでも一日楽しむようにやっぱ試合の2時間だけじゃなくて、その前のこう3時間も含めて計5時間って考えると、まあ割とこういい過ごし方なんじゃないかなとは思ってますけど。いやめちゃめちゃいいと思うんですよ、はい、だから、まあ、北陸アイドル部だけじゃなくて、はい、去年なんかは夏色のナンシーで、ねうん、早見優さんとか来てくれたりとかもありましたし、ねはい、あれ、ね、今だから言いますけど、なんていうんですか、バブリーナイトの時のあのメンバー紹介ものすごい恥ずかしかったんですよ。本当ですか。いや楽しかったんですけど、はい、あんな感じでいいのかなみたいな。まあ今年も恥ずかしいやつ用意しておきます。出た。出た。ニコニコ。そこ拍手を別にね。やれと言われたら何でもやりますよ。そういうのは好きな方ですから。ねえ、タッシーも結構好きな方もね。そうですね。やりましょう。そこは食い込むね。はい、であとね、この選手を辞めて辻尾くんがどこまでこう今度来るかだよね。まだちょっとこう男前ら、まだ2枚目がちょっとこうね、そのまままだ選手のままいてるようなところが、そうですね、この1年でどういうタッシーがこう、はい、悪の道にこうさ、いかにブーメランパンツを履かせるか。これちょっと楽しみに、はい、したいと思いますけれども、さあ他にもありますか。はい、はい、では続いて、はい、もともとサッカーが好きで、うん、日本代表の試合などはよく見に行っていました。ええ、ゼーゲンにドラゴン久保が在籍していた時に一度見たいなと思って観戦したのが最初です。なるほど。確か2011年だと思います、うん、その時の久保選手はさすがにうまかったですとのことです。だってやっぱ日本代表久保が来るっていうだけで、あの時タッシーは被ってますか。そうですね、はい。どんな選手でした。もうすごいですよ。それ分かってるよ。そう分かってるよ。トレーニングを、うん、トレーニングの日々の練習あるじゃないですか、絶対一番に来て、で最後までいるんですけど、あ結構変わってました。でもまあまあそうかも分からんけど、はい、やっぱり一番うまいって言われてる選手って結構練習早く来たりとか言いますよね。なんかうまいっていうか、うん、まあ、代表でもそうだったんです、うん、点取るっていう感じだったから、うんうん、役割知ってるよね、自分のね。そうですね、自分の仕事はこれだっていうの分かってると思うし、はい、あのカズ選手がそうじゃないですか、横浜 FC の、はい、やっぱ一番最初に来て体のケア、やっぱあの年までできるっていうことが、やっぱケアがね、はい、しっかりとウォーミングアップをして、すごいいい準備はしてましたね。そして最後終わってからもまたこのケアも、はい、やっぱ通常君大事ですよね、そこはね。いやめちゃめちゃ大事だと思います、ね、やっぱり年齢重ねるごとにやっぱケガってきます、うん、生き物なんで、年齢重ねるとよりみんな練習する人は多くなります、ね、時間が増えると思います、自然とやっぱりこう最初と最後の時間はどうしても伸びてくりますもんね。そうか、ねえ、はい、これ今見ててもまたどんどん来てるけど、はい、ちょっと紹介しよう。今年もバブリーナイトをって書いてありますし、 はい、あとさっき嬉しいコメントがありまして、これシーズン中も見たいっていう。あーシーズン中は嬉しいね。はい、ぜひ
ずっとちょうど試合中ですか。え、シーズン中って書いてました。このシーズンが始まってもこのツーゲナウを、ええ、なんかあれ間違ったことあったかな。今のはどっちが悪いんやろね、これね。どっち、れ取りが悪いかな、言い手が悪いかな。はい、だそうです。ええ、続けてほしいってことですね。はい、そうですね。はい、あとみんな DMM さんにお願いしましょう。DMM さん、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、もうそこにかかっておりますから。え、他にもあのな、もっとなんかあの太平さん好きとかそんなない。太平さん好きはなかったですね。ない。ちょっと見て、俺見えへんねんこれなんて。第2回目があったら大きくしてもらおうね、文字ちょっと。私ちょっと漢字間違えるかもしれないんで、あのフォローしていただきたいんですけど。分かった。2015の最強曲、アツツエーゲン、京都在住って書いてあります。え、ちょっと立ち来て、ね、ごめんなさい。最強国、西京国や。西京国や。西京国、ね、どっかいじゃん。オッケーオッケー。アツツエーゲン、うん、そうなんや。そっからもね、いろんなところ行けたりとかするし、またいいよね、これね、アウェーもね、うん。ゴー、あ、これ読んで、あ、これゴール、ゴールアップの30分、うんうん、ゴール裏も全力でコールとちゃんとで選手を応援してます、うん、試合始まる前にヘトヘトですだそうです。もう試合前に、じゃあもう試合中もできるようにトレーニングしよう。そうですね、トレーニングね。もうサポーターも大変やな、そう考えたら。大変ですね。90分持つ、応援するための体力が必要ということですよ、うん、ですね。まだまだいけるかな。はい、うん、ゴールキーパーは難しいよねって書いてあります。そうなんですよ。本当にそうやね。もういいですか、谷さん。もういいですよ。いいですか。もうあのもう聞きません。もういいですか。さあ、ね、これ皆さんね、この番組はね、どういう普通生放送とかやったら台本とかがね、はい、すごいあって、2時間番組だったらすっごい台本がダーッとあって、それを追ってやっていくんですけども、はい、なんでね、この2時間の生放送ね、ペラ紙1枚なんですよ。本当にびっくりですよ。この1枚でやってるんですけど、はい、今ちなみに時間がね、7時40分ちょっと回って、はい、ここに見ると、うん、そろそろ休憩って書いてあるんですよ。ここで休憩です。そろそろ休憩ということで。どうします、このまま全然行っても大丈夫ですか。あ、 OK ですか。皆さん大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあ俺トイレ行ってくるわ。なんでダメですよ。行ってください、行ってください。ダメです、だって休憩ある言うたやん。休憩の時にトイレ行ってください、言うたやん。それくらい話が盛り上がってることですから。ほんまに、はい、盛り上がってる。本当に盛り上がってますね、もう皆さんね。あの、これも俺が見えへんからっていうことじゃなくて、ちゃんといろんな人もちゃんと紹介してくださいよ。はい、わかりました。自分のいいとこばっかりじゃなくて。違う、自分のいいとこじゃなくて、ね、中山さんとか辻尾くんとか、はい、あとタッシーにも多分来てるはずやから。そうですね、タッシー来てるかどうかわからんけどね。来てほしいです。あ、来てますよ。来てる、タッシー。辻尾さん。辻尾さん。うん、これなんて言うんだろう、2015、うん、H 東京 V 戦やってます。 H 東京、ホームホーム、ホーム東京ベルディ戦、ベルディ戦ね。はいはいはい。あ、オッケーオッケー、いいよ。はい、でが初やけど、うん、あの時の辻尾さんめっちゃかっこよかった、ええ、そうです。ありがとうございます。いや、あのね、もう言ったらその背番号15は当分つけにくいと思うよ、選手はね。でもちょっとやっぱ思い出もあるし、僕前聞きましたけど、はい、多分まだ知らない方もおられるか分かりませんけど、地獄の中で、あの時代のベストゲームって、それとあとベストゴールっていうのをちょっと皆さん聞いてほしいんですけどね。ベストゲームですか。ええええ、僕なんて言いましたっけ。それはダメだ。ゆるい。それはダメだ。あ、ベストゲームは僕聞いたのは入れ替えませんでしたね、言ってた。入れ替え戦の時が、はい、あれはすごい印象に残ってる意味でね。あ、はいはい、ベストでより印象にすごい残ってるっていう、はいはい、で、ゴールは何やったっけ、覚えてないか。あ、僕が印象に残ってるゴール伝えたのは、はい、ヴェルディ戦の、はいはい、キヨ君の頭に合わせたフリーキック。 あ、はいはい、あれがこう、はい、コーンと落ちてきたやつを、はい、身長も低い、はい、清原選手がヘディングでドーンと入れたっていうのが今でも残ってる、はい、ええ、ご自身はでもフリーキックやったり。そうです、開幕戦のフリーキックはやっぱり印象残ってます ね、 ねえ。ただ僕が J2 初ゴール決めたかったんですけど、ええ、清原に取られて。あ、そっか。あれがもしかしたらっていう、はい、そうで
邪魔すんねみたいな、はい、あのまま言うたらもしかしたら落ちてコーンと落ちて入ってるかも分からへん、いやなかなか難しい、難しいまあでもね、もうかかんだフリーキックなんかも今でもいけると思いますからね、まあ、フリーキックだけなら多分今でもいけると思います、ねえ、ちょっと途中で出てほしいですよねフリーキックだけちょっとさあ、なんか見てみ、はい、ね、教えて、あの、ええ、時のフリーキックは最高やったね、うん、辻尾さんのフリーキックは秀逸だった、うん、辻尾さんのようなフリーキックが欲しいね、うん、って書いてあります、おー、すっごい棒読みやったね、本当にね、めっちゃ感情込めたつもりだったんですけどさあ、まだまだね、ちょっとね、紹介をしていきますけれども、はい、さあ、休憩がないということになりましたんでね、そうですよね、このまま、そのきっかけはこれでした、私にとって初めての通営源、はい、まだありますよね、はい、では読み上げます、はい、小学校3年生の時に前座試合をさせてもらい、うん、その後にエスコートキッズをした時に選手が優しく接してくれてから通営源を見に行くようになりました、うん、これ親心をね、これわかるわ、ね、うち息子が今ちょっと北陸大学の4年生になるんですけども、サッカー部いるんですけど、うん、はい、もうずっとちっちゃい時からサッカー好きで、大阪にいる時にはあのガンバの試合とか行きたいっていうか連れて行って、キッズも応募するけど見事に全部外れてんけど、あれやっぱり嬉しいでしょうね、あのどうですか、息子さんとか誰かあの近しい方がエスコートキッズされた方とかっておられません、エスコートキッズやってない、やってないか、ね、あ、いないか、またエスコートキッズをやったという方はね、うん、親御さんでもね、本人でもいいですから、またあったらちょっとメッセージ送っていただければ、はい、ぜひご紹介したいと思いますけれどもね、 YouTube の方にコメントください。ただあの去年はね、エスコートレディっていう大人の女性が手つないで入場するやつもやったんですけど、やらしくないですかそれちょっとちょっとエスコートレディ、そうです、え、それ年齢制限があったりとか、年齢制限なかったと思うんですけど、参加された方、おられませんか、おられ、エスコートレディ、えー、あ、ほんまないんです、あったらやる、やります、行く、行きます、誰と手つなげたい、私あの島津雷先生、ちょっとちょっとリアルはちょっとリアルやな、ほんとはいはい、どうしたらいいですか、この空気この空気っていうよりも、ちょっと聞いてみたいですよね、女性の方にね、あ、そうです、聞きたいですよね、皆さんはもしもエスコートレディをするとしたら、ね、今年だったらどなたと手つないで入場したいかあ、特にこの顔では選んでない誰かっていう好きな選手は、あ、背番号見たらね、背番号12番でしたね、これ12番でしたね、はい、背番号で言うとこちらは、あ、昨年、あ、昨年だ、どなたと今年だったら、でも選手だったら、選手だったら誰でもいい、いいですか、やりたかったけどできなかった、そうなんだ、なるほど、じゃあちょっとアイドルにも聞いてみようかな、なんもう、あ、リアルじゃなくていいですからね、リアルじゃなくていいですからね、もしも選手とエスコートレディーとして出るやったら誰と手をつないで、大変さんですもう合格、あのね嬉しいけど選手選手ないない、あら、あ、まだわからない、誰がいてる、出た、大平さんもうねもう何も出てこうへんよ、俺はだって水あげたからもうね、水あげてしもたからそっか、はい、誰が人気あるんでしょうね、でもあのユニフォームの売り上げとかないですか、ね、誰が今のところ誰がトップとかって、今誰ですかね、ええ、小松選手とかじゃないですか、あ、小松蓮選手、めちゃめちゃかっこよくないですか、あ、ま、あのね、小松選手はむちゃくちゃかっこいいし、めちゃめちゃ男前、あのザマちゃんインタビューしても最高やもんね、ものすごいねえ、しねえ、それとあと言うてもトレーニングマッチでもここで7得点暴れてますね、暴れてますよだから今年ツートップの一角、まあ、クルーニー選手ももちろんいますけども、小松選手と、まあ、杉浦選手っていうのもやっぱりあると思うんですけど、この2人でもう今12点ですよ、トレーニングマッチでこれやってくれるんちゃうかな、うん、ねえ、知らんかったやろ、期待しましょう、知らんかったやろ期待しましょうごまかされたねさあ、ということでね、はい、とりあえず今からね10分間、はい、ちょっと休憩に入るということでね、はい、
またあの10分後に皆さん、そうこちらで、ね、お会いしましょう。はい。
さあ休憩終了ということでね、つえげん金沢と DMM.com によるネット配信番組つえげんナウ、第2部ということでね、させていただきましょうかね。はい、あのね、ちょっと休憩中に、はい、ちょっとサポーターの方からちょっと辻尾選手のこれね、2015年のこれ見て、こう辻尾くんこれもうモデルやん、これもう恥ずかしいでやめてください。モデルやん、爽やか、ね、足組むのが似合う似合うこれはあ、これはちょっとね、もうこの時代はもうちょうどあの J2 昇格した初年度で、そうですね、J2 1位になった、はい、覚えてます、覚えてます、はい、その時の多分取り上げられた雑誌です、ね、はい、はこの靴下こう入ってないのがねいや入ってます、そこ入って、入ってます、一応一応入ってます、そっか、はい、またこういうのが似合う、でもちょっと雰囲気が、ちょっと雰囲気違うかな、あ、髪の長さぐらいかな、うん、なんか違う感じしますよ ね、どっちがいい、今の方がいい、ね、これお宝持ってきてくれたんですよね、まずはありがとうございます、ありがとうございます、ね、これちゃんとこう辻尾くんのところピッとこう貼っていただいて分かりやすいようにね、あの今ピッと取ると思うよ、はい、さあということでですね、はい、あのね、これ今話を聞くと宮崎のキャンプをしている選手がむっちゃ見てんねんて、うん、ね、そうですよ、これ今コメントあったんですよね、中山さん、あったんだよね、あったよね、ありました、え、加藤さん、なんてあったんですか今、小松選手と浦選手からそれぞれ、うん、山本選手が来てるよっていうのと、マイクを使えと、いや、うん、DMさんから、なんてなんて杉浦選手と小松選手のアカウントから、うん、山本選手が見てるよっていうのと、梅町選手が見てるよっていうコメントが来てましたバチ君が見てるあの、バチ君見んでいいよ、ちょっと消してバチ君消していやそうか、ね、なんかまだもうちょっと合宿っていうのか、そのキャンプは2月の10、はい、17まで17まであって、はい、もう帰ってきてすぐにキックオフパーティー、はい、18日がキックオフパーティーですね、なるんすよね、はい、うわ、バチ君見てんのかねえ、ちょ、暇やって練習して、バチ君、ほんとね。いや、でも、バチ君、ね、あのトレーニングマッチで、こう守備ながら得点も取ってるっていうところで、ちょっと攻撃の意識も、今年すごいんじゃないですか。そうですね、点取ってましたもんね。点取ってましたよ。はい、どんな点かは見てないけど。ちょっと、わかんないです。イメージ全然できなくて。で杉浦選手と、小松選手のアカウントから、山本選手が見てるよっていうのがあって、はい、じゃあその2人は見てないっていうわけどういうこと、確かに確かに報告はされたけど2人も見てると思います、あの小松選手、杉浦選手、よかったら見てください、見てください、お願いします、はい、さあということでですよ、まだまだ行きたいと思いますけど、行きましょう、エピソード2でまだ終わってんの5つまであるのに、そうなんですよ、どうでしょう、うん、ちょっとどんどんいかんとダメなんですけれども、はい、そしてね、ありがたいことにですね、画面が大きくなったのよ、これね、そうなんです、めっちゃ嬉しい、俺見えるし俺見えるし、なんかホリケンさん、ただいま休憩中、そんなんいらんよそれはどんなんいいんすよねえ、ミヤムはもう少しサッカーの勉強しようねっていう、はい、頑張ります、はい、あ、ちょっと今シーズンの展望お願いしますっていうのを、いいですね、伺った、これを聞ける人はこの3人の中にはないでしょ、これね、待ってるかもしれないですよ展望ですか、今シーズンの展望、僕知ってる選手も4人しかいないので、ええ、なかなか僕が展望言うのは難しくて、いや、あの選手は、そう、あ、そっか、はい、今年の、はい、その杖源金沢、はい、まだ分からんか、見てないもんね、そうなんですよ、キャンプも見てないですし、見てないし、なかなか難しい、じゃあ話作っていただいて展望ってどんな感じでしたっけ展望どんな雰囲気かって、いや、だから今年の杖源金沢はどういう風になっていくか、はい、どういう風に、まあ、その希望も込めてでいいですよ、そうですね、まあ、なんか聞く
話によると、うんうん、宮崎県に行ってないんで、あ、和田さんです和田教科本部長ね。そう、和田さんから聞いた話によると、今年って、去年よりもっと若くなってると思うんですね。あ、そう、平均年齢は下がってる、はい、なんで、相当走り込んでるし、相当走れるみたいなことは言ってて、みんな全員が、なんで、もう去年よりももっともっと走って、点を取れるんじゃないかな小学生かほんまにサッカーやってたんすかそれうちの部長いじめるのやめてもらっていいですかあの聞く人が間違ってましたよ。いやいや、もう一回チャンスくださいよ。もう一回チャンスください。じゃあどうぞチャンスあげるよ。あとこうやっぱ昨年とかこれまでと比べて、うん、やっぱ人数少ないんですよ。今年26人なんですね。そうかそうか。で、さらにその中に、いっちゃんっていうか上田いつきくんもいるので、キーパーで、ゴールキーパーのね、そうですね、はいはいはい、キーパー4人なんですよ。キーパー4人で引きましたところ、22名、アランがまだちょっと怪我してます。21名、めちゃめちゃ少数制じゃないですか。え、だ紅白戦できないね。できないっす。入らなあかんのちゃうこれってな。21人おったらできますよ。21人おったらできますよ。できるか。できる、ギリできるぞ。21人いったら、21人いったらフィールドは重々で大丈夫。あ、そう、1人余り、1人余り。じゃあもう一人怪我したらどうします？怪我させたらあかんやん、そんなもん、はい、そうですよね。ああ、そうか。はい、相当だからこう選び抜かれて、しかも20ってことは21か、もうほぼ各ポジションに2人ずつみたいな。まあまあ簡単に簡単に簡単に、いろんな選手が出るのを見られるんじゃないかなと思うんですけど。だから例えば、はい、何かちょっとアクシデントがあって、はい、その選手が、まあ出てたけどもちょっとこう出れなくなったところ、 そうですね、そこをカバーする選手のこう差がもうあんまないんじゃないかなって。だから戦力がもう落ちない、はい、それでいいですか？いいと思います見てないんで何とも言えないんですけど、ね、はい、長山さんなんか聞いてません？そういろいろ話はちょっとこの話題に関しては僕はノーコメントに。あ、そう、そうですね。ヤサガラスの話だけで走れるってないってましたね。なんかあれです、ヤサガラス劇場の展望でもいいよっていうコメントが来てます。あ、そうや、これはやっぱり気になりますよ、うん。ヤサガラスは1回目は最後にあれ確か死んだはず、はい、死んだはずやけど出陣式で生き返ったんですよね。ほんでこの間も確か、やられたはずなんです。そうですね、やられた、はい、でもなぜかまた、はい、違う形で復活したんですね、はい、復活した。チャンロンが出てきたんですよ、ね、チャンロンがね。そうそうそう、チャンロン出てきたんですよ。もう完全なんかこうドラゴンボールパクってるってやつ出てきましたよね。で、これで今年はどうなんでしょう。まだ決まってない。いや、まあ決まってないっていうか、僕はもうノータッチですから、ええ、はい、シナリオなんてないですから。え、はい、そうなんですか、ノータッチ。休憩休憩入りますか？いやいやいや、早い早い早いですよ。まああの、まあ来ての、そうですね、まあ、これなんか毎回21回毎回コント、やっぱ面白くないわけですよね。もちろんそうです ね、 ね、はい、まあ、正直あんまり先のことは考えてないので、うん、毎回終わるたんびにどうしようかなって思って決めてます、ええ、割とそんな感じで次どうしようかなみたいな、はい、でもぼちぼちっていうか急激に去年ぐらいからヤサガラスのファンというかヤサガラス党が増えてきてるんですよ。そうですね、もうみんな視界に入ってると思いますよね。この中にもいるんですよ、はい、もうこの中にもね入ってるんですよ。ええ、もう好きですか？大好き大好き、どんなところが好きですか、ヤサガラスの？どんなところ？ヤサガラスと長いことになれるんで。そっち、そういうことです。なるほど。ここはエロい大人の会話でした申し訳ございませんまあそれもそういう楽しみ方もまあいいかもわかんないですよね。ねえ、さあ他にもたくさん来ておりますけれども、じゃあ次の3項目目こちら行っちゃいますか。はい、3項目目はですね、一生の思い出、私の杖原史上一番感動、感激、嬉しかったこと。イエーイ。さあこれはやっぱりいろいろとあるんじゃないですか。はい、では、お願いしますね。はい、読んでいきます。2016年、アウェイ岡山戦で、アウェイ現地初勝利したことや、入れ替えませんを2戦とも現地に行けたこと、
2018年アウェイ横浜戦で久々の関東アウェイ勝利を体感できたことも嬉しかったですが、ゼーゲンを通してすごく気の合うサポさんと出会えて意気投合し、一緒にサッカーを始められたことが一番嬉しかったです。お、サッカーを始めたんですね、始めたんですね。アウェイ結構行かれてる方ですね。確かに2016年、岡山、岡山。あ、これ辻尾くんはこの時いましたよね。いましたけど多分出てないと思います。あ、ここは、はい、岡山の方は残念ながら、はい、アウェイで勝利をした。これね、2016年アウェイ岡山戦でね、これ勝利した時ね、うちのおかん行ってるんですよ、これ、うん、マジマジうちのおかん行って、はい、ね、三ツ矢のあのコールリーダー、うんうんうん、はい、太平の母ですって言ったらしい言ったらしい。そうそうそうねえ、はい、これはだから覚えてる。で、入れ替え戦、入れ替えませんってこっちではね、言ってましたけども、うん、この2戦とも現地に行けたこと、これ1戦目があれでしたよね、栃木の方 で、ね、2戦目がこっちでできなかったんで、はい、富山の方でやったやつですよね。これは僕も覚えてますわ。もう本当にドキドキして、あの1戦目勝った時にね、もう大丈夫かなって思ったけど、最後までちょっとこれは分からんけども、この富山で勝った時覚えてます？もうあの時の感激って言ってなかったでしょ。自然とやっぱりタイムアップの笛が鳴った瞬間、涙がねえ出ましたよ。出た？出てないね、これはこれは出てないね。皆さんのね、お顔を見て、はい、これは出てなかったな感動したんだろうなっていうの、感動したんだろうな。じゃあ何ですか、ね、また、はい、また絶対来るよ、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 絶対来る、楽しみにしよ。やだやだ、ね、あ、そうなんですよね。そっか、はい、あとね、やっぱりこの方今来たのがね、感動するものは大月くんのゴールっていう、うん、これはやっぱりありますね、うん、やっぱりこれ監督がものすごい喜んでたのも覚えてるんですよ。大月選手が最後もう辞めるって言った時にね、持ってましたよね、あれすごかったですよね。すごかったですよね同じ雄平なんですけど、いや、はい、そこ本当に自分もちょうど四審のところでいて、うん、もう決めたのみたいな、そう、もうね、言葉失い、もう今考えても今もう鳥肌、あれはね、鳥肌だらけです。すごい、だってやめるで、やめんの、はい、っていうところで、最後の試合でやっぱりこれで、まあ起用した監督も俺素敵やなと思ったんですけども、そこでやっぱり点を取った後に、やっぱ監督もすごい普段やっぱりヤンツーさんでガッツこう喜んだりとかっていうのがあんまり見ないかなって思いきや、やっぱりこう血は通ってますよ、あの監督もめちゃくちゃいい人ですからね。え、優しいし、見てますかね、見てます、監督よろしくお願いします見てますか、よろしくお願いします、今見てるかもしれませんね、いいお酒飲んでると思いますけどさあ皆さん、まだまだこれあるんじゃないですかね、はい、来てませんか、見えるかな、ね、栃木の勝利の後、うん、栃木ねこれね、栃木です、はい、栃木の勝利の後、うん、まだまだって言ってた小助おじさんが印象的です。太田選手ね、今ハテナがいっぱい出てるけどマジっすか、1個出てるね、小助おじさん、ハテ誰、もう分かったよ、分かった、誰か、はい、はい、太田選手、そうそう、今言うたよ俺がね、はい、小助さんなら見てそうですけどね、頭上も出てる、頭上出てるんで、ほんまや、ただ小助さんからちょっと来るんじゃないですか、小助さんちょっとちょうだい、もっとねえ、あとね、やっぱり感動したことは J3 優勝、これもやっぱりあれはアウェー沖縄でしたっけ、沖縄です、ね、決まったのね、はい、あの時は嬉しかったよね。さあ他にも皆さんもね、いろいろいただいてますけれども、事前のアンケートでまだまだ来ておりますよ、はい、先ほどお話にも出ました、うん、やっぱり大月雄平選手の現役最後の試合です。雄平選手の得点と分かった瞬間、自然と涙がこぼれました、ね、はい、また何でしょうね、背番号24番とかっていう来てる方、サポーターもおられるんじゃないですかね、これね。え、連絡とか取ってます、大月選手と、ちょこ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 、はい、あ、今京都の時来ないのかなと思ったんですけど、いや行かへんわみたいな行くわけないやろみたいな感じのこと、行かへんわね大月選手らしいね、本当に自分が現役の時、最後までじゃなかった、大月まで被ってるんで、うんうん、まあ、そことはどうにか、はい、あ、
大月選手コミュニケーション取れてるんですけど、はい、ねえ、僕だって最初にそうそうアディショナルタイムっていう MRO の番組にラジオをやらせてもらってますけども、はい、前にあのおいねどいねっていう生放送の中でゼーゲンさんいらっしゃいっていうコーナーがあって、その時に結構ねタッシーも来て、あ、来たことあるでしょ。 あります、あります。選手の時に、はい、もうこんなんちゃいますよ本当に。もうこの人すっごい真面目やと思って。シンジ君と一緒ですね。じゃあ1年後ぐらい楽しみですね。あのね今ね、はい、代わりの言葉言おうか、一緒にすんなよって。その通りです。なるほど、聞こえてきた、はい、ね。まあでもムードメーカーやもんね。タッシーはどっちかって言って今現在も事務所の中の、事務所の中のね、はい、事務所の中で各局のちょっと。いやまあ大丈夫か。大丈夫ね。今 GM が見てないか心配でしょうがない。そこだけ、はい、そこだけ心配です。うちの部長がもう GM に後で怒られるんじゃないかと。はい、はい、GM だ、誰かと一緒にいたりとかする。どうですかね。誰かと一緒におるんやったらその人に電話して絶対に見せんようにしてね。ね、大丈夫かな、はい、まあ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 ね、ドキドキしますけど、はい、ちょっとやっていきましょうよ。さあまだもう一つ、はい、来ております。何笑ってんの。いや、ちょ、はい、頼むよ。楽しいなと思って、はい、やはり、うん、2016年富山で開催された J2J3 入れ替え戦第2戦です、うん、はい、J2 残留がかかった第2戦、うん、しかもホームでできずにお隣富山での開催。 それにもかかわらず7000人を超えるお客さんが詰めかけ、うん、ゴール裏はいつも以上に真っ赤でした、はい、2対0でホイッスルが鳴った瞬間、うん、私は嬉しさのあまり泣いていました。わかるわかる。今度はぜひ今度はぜひ J1 参入プレーオフを勝ち抜いて泣きたいです。どこで今詰まったんや俺。詰まるとこじゃないよ俺。J1 感極まってきて。ちょっとジェシー、ジェシー漢字で詰まんじゃったわけど J1 で詰まったからなこれね。ぜひって言ってなかった。ぜひね、一緒になってしまう。はい、あのね、いや、あの、はい、でも本当にいつの日かやっぱり来るでしょうねこの J1。 これ参入プレーオフって書いてるかもわからんけど、もしかしたら自動昇格もありえるわけでしょ、1位になればね。はい、でもまあどうなんでしょうね、やっぱ参入とかなってくるとこれまた熱くなるでしょうね。でも一応そこはやっぱり近い将来を狙いたい。相当盛り上がるんじゃないですか。できたら3位と4位のところでやりたいんですけど、だったらホームで、ホームで来るから、はい、それは工業的には申し分ないです。工業的なやつですねって工業いつも中山さんが言ってるんですけど、ね、まあそうですね、ガッポガッポやみたいな。私それはよくない。ギラギラ。入れ替えませんもね。もう本当にそういう意味ではガッポガッポだったんで。言っとるじゃないですか。そういうとこ、本当そういうとこばっかなんですよ。俺そんな話大好きなんよ。めっちゃくちゃ大好きなんですよ。本当に感動しましたね。で、あれはすごかった。入れ替え戦でやっぱりそれはね、例えば下に落ちることを考えるとすごい寂しい試合やけど、もうあの雰囲気っていうのは味わいたくないけども、なんか味わってよかったなみたいな。そうですね、うん、僕個人的には、ええ、金沢の前にいたクラブ入れ替え戦で負けて落ちたので、ええええ、結構入れ替え戦は嫌な思い出しかなかったんですけど。鳥取ね、はい、鳥取打っちゃいましたね、鳥取ね、はい、まあ、そういう意味ではすごい、まあ、ほっとしてなんか良かったなとは思いました、ね、あれですよね、意外と7000も来るって予想してなかったですもんね。そう、あんだけ来てくれて、もう3000とか2000だったらどうしようみたいな。そうだ、はい、これだから不思議やなと思うのが、西武緑地近いやん、なのに3000とか4000やのに富山遠いやんで7000ってね。これこっちでやってたらすごいことになってたん違う。もうもしできたらすいません、もう入れないですってやってたかもしれないですけど、これ以上は1万は言うにね、田谷さん。そうですね。もうちょっと今は中山さんとずっと目が合って、はい、もう嬉しい、あまり嬉しい。あ、それとやっぱり今年やっぱり新聞なんかでも皆さんね、最近ちょっとちらほら出てますけれども、新スタジアムがね、あれバーンとこう出てて、すごいちょっと嬉しくないですか。でも待ち遠しいか、なんか今の本田選手のクライフコートの場所にスタジアム1万人規模のスタジアムができるっていうのが載ってましたけども、あれってもう決まりですよね。誰も誰も誰も、はい、誰も、まあ、もうあれはもう本当はい、本当楽しみです。2024年からとかっていうちょっと新聞でガーンと出てましたね、はい、うん、ちょっとこの先こうどう進んでいくかっていうところも、そうそうそう、楽しみですけど、はい、なんかもう一刻も早く進めてほしいから、
俺あの辺なんかスコップ持っていくよ。ちょっと掘るよ、はい、うん、これみんなも手伝ってちょっとね盛り上げていきたいと思いますけれども、はい、さあ他にもほらあのジャン・モーゼルの2015年のゴールはしびれまくったぞっていう、あなんか終了間際のやつ、ね、それで首位になったんですね、うん、あれ あったね、あったあった。他にもアウェイ、うん、セレッソ戦の和弘のゴラッソは現地で鳥肌やばかった。あれはやばかった、ね、あれは年間のベストゴール取りましたから、はい、見た、そうですね、見た、見てないねこれね、見てないわ、絶対見てないわ。あれ僕はあの時緊張スタジアムで見てたんですよ。あの緊張スタジアム見てて、で見てる場所がちょっとザマちゃん、あ言うてもってるけどザマちゃんもゴール裏で見てたね、反対側のね、だから遠いところで見てて、僕はそのゴールのちょうどシュートを打つ側のあのメインのところで、もう皆さんよくご存知のね、ラジオ金沢の下村さんとこう2人で並んでこう見てて、で周りこうサブ あのセレッソの選手ばっかりって、ほんで関係者ばっかりの中にポツンと2人でおって、ほんで開いた瞬間にもうあっ立ち上がれなかったんですか、ね、危なっつってお互いにおってこうこういう感じでこうやってカッカッて、もうほんと五木ひろしばりにいっちゃったからね。あれもあったね。さあ他にもまあいっぱい来てますけども、さあこれはあプレーオフ行けたら絶対盛り上がるよね、それ盛り上がりますよ、新スターも楽しみですっていうの意見もいただいております。さあそしてじゃあ、はい、続きましても行きましょうか。続きましては、4つ目ですかね、はい、じゃあ4つ目行かせていただきましょう。エピソード4、選手並みにこだわっている試合の日や試合に向けた私のルーティーン。ルーティーンとかそういうのってやっぱ選手が一番あるんじゃないですか。そうですね、僕は選手の時は割とこう練習入る前とか、うん、試合の前とか、ええ、これしてこれしてみたいなのがありま、ね、あるでしょ、はい、よく聞くのがピッチに入る時にどっちの足から入るとか、はい、靴の紐をくくるのはどっちからとかっていう、はいはい、そういうのやっぱこだわりありました。ありました、はい、僕は右足からスパイク履いて、ええ、右足からピッチに入って、ええっていうのは全部右足からでした。例えばピッチ入るときに右足じゃなくて左からあっって言ったら一回帰ったりとか、一回帰るはないですけど、歩数合わせるのになんかちょこちょこってなるとか危ない危ないみたいな。すでにそれ映像残ってない？いやないかもしれない。それみたいな、やっぱいろいろそれそれぞれあるでしょ、はい、他の選手で知りません？他の選手、なんか結構隠してるんじゃないですかね。マジで、はい、あんまり言わないかもしれないです。あ、そうなんですね、はい、知ってる人はじゃあいない？いないですね。タッシーは現役の時ははい、ありましたよ。え、ルーティン？ありました、ありました。マジで？でも本当、あ、シジ君と一緒で、うん、朝起きた時からもう全部右足、パンツ履く時とかも、ええ、ズボン履く時とかも、家出る時とかも、全部右、家出るときはちょっと違う、だからダメだ、すみません、公共の電波というもので人はつかないようにしていただきたい。だからまあまあ本当にさっき言ったスパイクも右からとか、はいはい、でも結構ふとしたときに違うことやってる時があるんで、はい、その時は結構焦りますね。そういう時ってあ、血もたって一回靴脱いでもう一回履き直すとか、そういうことはこのまま行ったれって感じです。あ、このまま行ったれ、全然ルーティンちゃうやん。勢い大事なんで、選手のルーティンってわかるんですよ、うん、でもアイドル部なんかでも例えばコンサートとか、はい、そういうライブとかするときにそれぞれやっぱり自分のルーティーンとかってない？自分のルーティーン、私ツエーゲン金沢さんの試合がある週は、ええ、必ず LINE ライブの配信っていうのを行わせていただいてるんですけど、ツエーゲンこのユニフォーム着て、はい、ツエーゲン金沢試合あります、みんなで応援しようみたいなライブ配信をさせていただいてます、うん、そしたらツエサポさんも見に来てくださったりしてて、ええ、でこのコメントにやり取りしてっていう。あー、はい、なるほどね、はい、それはルーティーンというよりも告知やね。違う。でも毎試合21回やってるってことね。やってます、やってます、多分そう、多分それ大事。やってます、はい。あ、そう、はい、ちゃんと応援します、ツエーゲン金沢応援しようってっていう、まあ、告知をしてるわけね。ありがとうございます。あ、はい、まあね、なんかこう、メッセージもね、だからサッカー覚えようねとかいろいろ、違う違う違う、それは勉強させていただきますけれども、うん、なんていうんですかね、さっきルーティーンとちょっと違うんですけど、ええ、久保田選手頑張ってっていうコメントが入ってまして、うん、
それ、また今言う。いいですか。いいよ、いや、かましていいですよ、どん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 。明日ですね、ええ、北陸アイドル部放課後ミュースポレディオっていうラジオがございまして、うん、北陸アイドル部がレギュラー番組を務める、うん、55分間の番組なんですけれども、おうおうおう、なんとですね、水源金沢のレッドフィーバーピッチっていうコーナーございまして、うん、はいはいはい、なんとなんとなんと大石選手、うん、そして久保田選手、うん、生インタビューということで、おう、いつだったん、明日やらせていただきます。インタビューどこで、インタビュー、生電話、あ、生電話です。はい、今それ、あ、分かった、はい、ただね、はい、これを番組やるって言って、どこでやるかも何も言うてないから、何を聞いていいのか全く分からないよ。FM 石川さん、それ言わなあかんや。FM 石川さんで、毎週金曜日6時から、うんうん、夜6時から放送されてるんですけれども、なるほどね、はい、そういうところに番宣をどんどん入れてくるわけね。本今は、ね、はい、聞いてるのは、試合の日や試合に向けた私のルーティーン。そうなんですよ、ルーティーンなんで、これやっぱり試合の前の日はその、うん、北陸アイドル部放課後ミュースポレディオの、うん、レッドフィーバーピッチをぜひ聞いてねっていう、あー、なるほど、ルーティーンにしてねっていう宣伝ですね。宣伝ですね、やっぱりね。告知ですね。はい、はい、サポーターの皆さんはどうですか。試合に行く当日とか、例えばスタジアムに到着しました、じゃあその時に例えば勝った時のイメージあると思うんですよ、うん、勝った時思い出、あ、俺こんなことしてたと、俺その時はカレー食ったわとかってあったら、その時に同じものを食べるとか、あ、ね、この服を着てこの靴を履いていったから買った、だからこれを絶対履いていこうとかって、そんなんなんかありますないですか、八坂さん。八坂さん、八坂さんないですか。じゃあ、まあ、対戦相手さんがいらっしゃるじゃないですか、まあ、例えば愛媛さんだったり、うんうん、長崎さんだったり、はいはいはい、で、まあ、例えば、まあ、愛媛さんだったら、まあ、ほら、みかんが有名だからポンジュースとかあるじゃないですか。で、長崎さんだったらちゃんぽんを食べてみるとかでっていうのを一時やったんですよ。そしたら結果が伴わなかったのが逆に続いちゃって、それから逆に食べないでおこう。なるほど。相手選手のものを食べないでおこう。例えばさぬきさんだったらその週はうどんを食べないとか。その週は食べない。その週は食べない。あっていうのをやってたりします。なるほど、逆パターンなんだよね。あ、そういうこともあるんですね。聞いてる話ちょっと。はい、いや、違う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 。ついついびっくりすんねんけどね。多分ね、同じような感じのコメントいただいてるんですけど、うん、三ツ矢のおにぎりと卵は必ず食べるって。あー、はい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 、もうね、なんかそのね、ここは必ず美味しいおにぎりなんよとね、もうコールリーダーのお店ですよ。うん、MRO 近くにいますんで、ぜひとも皆さんね、よろしくお願いします。さあ、そして。で、他もありますかね、ルーティンで皆さん。のと豚串を必ず食べる。あ、はいはいはい、人多すぎて買えないこともあったけど。ああ、そういうことね。そしてさっき、うん、シアトルスタンダードカフェの杖源金沢のテーマ、うん、ガンガン聞きますっていうコメントも。あ、それはね、はい、聞きます。っていうか、はい、っていうか、鳴ってる、聞いてる。鳴、うん、ってる、聞いてるって。絶対流れてるから。そうです、流れてますもんね。うん、はい。大体なんかないですか、ルーティンは。僕ね、ルーティンは、初年度 J2 に上がった初年度は上でスタジアムボイスをさせていただいたんですけども、その時は試合中は一切座らないっていう。本当ですか。一回も座らなかったんですよ。一緒にずっと立ったままやってて、やっぱり年とともにしんどくなってきてちょっと次の年は座ったっていう。でもそれでやっぱ1位まで行ったんですよ。だからこれは続けようっていうので1年間通しましたね。であと続けられへんかったのが、冬場寒かったから半ズボンはね、無理。他はでもなんかやってた気するな。あ、これとか、スタグルを食べるために当日の朝は控えめにするじゃなくて、ちょっと待って、じゃないんかい。じゃないんか。相手チームのご当地グルメを食べるって。あ、先ほどの方と反対ですね。うん、そういうことですね。あ、なるほど、うん、あれご当地グルメってたまにですかね、相手方、アウェー型のグルメをホームで売ったりするっていうのは、はい、あれ毎回やってましたっけ。毎回ではないですね、うんうん、あとは結構チャンピオンカレーさんが、相手チームのこう、うん、特産品とかをこう揚げたトッピングをご用意いただいたりはしてますね、うん、三ツ矢さんのおにぎりもそういうふうなありますよ ね、 そうですね、はい、相手チームとのこうコラボみたいなのやってますよね、はい、こういうの知ってたらまた面白いんですよ、うん、あ、
アウェーに行く途中、道中、サービスエリアでカレー食べますっていう風なルーティーンもありますね。試合の日は赤いパンツでしょ、皆さんと書いてありますね。もろいじゃないですかね赤いパンツ、赤い靴下、モルケさん、もろいだと思う。赤いパンツ赤い靴下と、あ、試合の日は、はい、あ、でもそれ徹底するといいかもわかんないですよね。試合の日だけじゃなくて、 まあいつもねいつも運気上がりそう、いいですね。運気上がるの、赤いパンツは上がりそうじゃないですか。上がってる気配はないないないとのことです。さあ、ルーティーンなんか他ありません？生ちゃんなんかないの、ルーティーン。え、うん、え、ちょっとドキッとする発言やめて。ちょっとドキッと、見たいって言うてる人見たい。そうですね、うん、赤い下着をいただいちゃったんですけど、うんうん、赤い下着、赤い下着をつけるようには、うん、試合の日はいそうですね。あの、これから皆さん想像してください。スタジアムに来られる方当日ザマちゃんは赤いパンツ履いてます。そうなんや、しちゃいますね、いろいろありますねこれ。そっか、でも僕もあの、この携帯でこれちょっとこいつ寝とるで、これちょっと待って、玄三くんやっぱりね、あの、身につけるもの、赤いものは多くなってきた。あの、僕この携帯電話もうこれやっぱ赤に、やっぱカバーとかもするし、カバンとかもやっぱ赤色っていうのはなぜか気にしてそれをするようには、起きろよちょっと、眠くなってきた、眠くなってきた。さあ、皆さんもね、またルーティーンありましたらちょっとお寄せいただきたいと思うんですけれども、来てますかね、ルーティーン皆さんね。ザマちゃん映った、あ、そんなん来たで。白山ダービーみたいに相手のスタグル食べられる機会は嬉しいよね、という、あ、そういうことね、なるほど、うん、さあ、じゃあ時間大丈夫ですよね、まだ行けますかね。じゃあ最後の、はい、おエピソード5ですか、5、おこちら行っちゃいますか、あっという間に、はい、さあ、それではいきますよ、はい、今シーズンは私もこんなことに挑戦したーい。じゃあ、いろいろなことに皆さんやっぱりね、その年その年挑戦するとは思うんですけれども、これは、まあ、つえげんに限ってということでいいんですよね。うん、うんって限らず、限らずでいいですか、ね、例えば、なんていうんですか、職業とかそういうふうに仕事に就きたいみたいな感じとか、そんなんでもいいわけですか。はい、いいと思います。サポーターの方が、うん、じゃあ今年はこんなことに挑戦したいっていうものがあったら、通営業以外でもいいということですね、はい、こちらの方またメッセージをお寄せください。さあ、今いただいてるアンケートの中からご紹介じゃあさせていただきましょうか。はい、はい、早速自由なコメントいただきました。うん、とりあえずもっと痩せたい、お腹の肉がたるんでます、うん、もっと痩せてちょっと鍛えて上半身裸で応援したい。なるほど、え、いただきましたか。違います、え、違う、それは、その通りなんです。その通り、これ一番でっかいよりなんですけど、そろそろやばいんですよ。そろそろやばい。僕今一瞬止めてるんで、目と目を追ったから、あ、絶対この方やなと。目と目を。そろそろあのワンサイズ、ツーサイズぐらい下が変えるようになりたい。なるほど。今何サイズですか。言わせます。見ましょう。何サイズこれ。え、あ、え、あ、書いてないよ。あった。あった。何でしょうこれ。何サイズだ。あ、分からへん。かサイズ。分からん。ようやくそう、はい、一番でっかいのです、はい、ね、もうこのメッセージ違います、このメッセージ、今のメッセージ違います。今あ、そうなんですね。そうか、あ、でもやっぱりでも年齢とともにこればっかりは、中山さん、はい、なんかこけこてんの中山さん、やっぱり、はい、やっぱりどうしても気になってくるところですよね。まあ、そうですね、はい、うん、こうやっぱり太ってくると、これ不思議なんですけど、サイズ大きくなるんですよ。自分の体を隠そうとするが大きくでしょ、大きいのをどうしても買ってしまいますよね。でも体鍛えて絞ってくるでしょ、ほんな小さいの着たくなるんですよ、体のラインを見せたくなる。そうですよね、辻尾さん、まさにその通りです。そうですよね、はい、なんかそ体が良くなってくるとピチッとしたのを着たくなる。でもこの方は太平さん、そう、ちょっと俺ピチはないけど、いつも気にしてるんですよ、やっぱり胸筋ね、太平さんの。さっきなんか控室でパンパンパンって、ムキムキ、いいんですか、はい、どうぞ。全国大丈夫ですかね、うん、ポロ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 、ハトムネ、ハトムネ、おーよー、ハトムネだと。日に日に胸筋がもうね、すごい趣味がね、僕の趣味が
こう木とかにぶら下がることが趣味なんですよ。だから懸垂とかするのが趣味なんよ。そういうことか。そう。なるほど。納得せよ今で。不思議なこと。まあ、あれです。大変さんも裸でやるしかないですね。そうなってくると。上半身裸で応援ですよ。上半身裸でやって。ゴールみたいなやつ。誰が見るんや。誰が見るんや。でもなんかこう、はい、海外とかでも裸で応援とかしてるところとか結構あったりしますよね。そうですね。ああいうとこってでも見てたらそんなに鍛えてる人ばっかりでもないでしょ。だとなんか緩いのも緩いお腹もいますよね。ね、緩いとか言ったら失礼じゃないですか、ね。はい、いやそうですね。そうですね。またでも暑くなったらまたこういうのもいいんじゃないですか。そうですね。ね、ボディーペインティングなんかしてね。はい、ありですかこれは。裸はどうですかね。あんまり、はい、あんまりやっぱりそこはちょっとそう制限的にはやっぱりユニフォームを買っていただきたい。はい、そうですね。裸は勘弁してくれと、はい、まだボディーペイントしてる方がいいです、ね、ボディーペイントしてる方がいいというね。ちょっと鍛えて上半身ワンサイズダウンのユニフォームで応援し、うん、したい、はい、そうですね。そういうことですね。これいいですね。はい、さあ続きましては、はい、では続いては、はい、今年も全ホームゲーム参戦、うん、J2 昇格後はリーグホームゲーム金属中です。よく読めた。はい、ちょっと危なかったけど金属中です。金属中ということはずーっと、だから2015年からですか、ずっとホームゲームは来てるという。すごい。まあ、これはでも俺も中山さんも、いやいや、ちょっと待って、おかしいやん、そんなでもだって仕事じゃないですかね。お金もらってる立場と出してる立場、そんなこと言うたら俺も金属中じゃないですか。確かに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 。まあでも、いや、大変さん途中抜けが1回だけあってね。途中抜け1回あったんけど、まあでも行くのは行ってる。皆さんどうですか、 J2 からは全部来てる方。おー、すごい。ホームは、あ、そうそう、ホームですよ。ホームを全部来てる方。結構やっぱおられますね。すごい。じゃあ、一回だけ休んじゃった。あ、それなんかやっぱり、ちょっと、体が、ね。あ、ちょっと出かける用事があった。まあ、聞きませんけど、大丈夫ですよ。ね、まあ、でも、金属の方多いですよね。すごいですね。さあ、で、はい、去年は、はい、今日のシーズンは、金属全部解禁。いや、北陸アイドル部月2回定期公演っていうものを行ってまして、で、そのかぶった時はちょっとお休みとかも、あ、第4日曜日なんですよ、定期公演。ちょいちょい告知入れてくるのよ、はい、なんか多分ミヤム何回か定期公演の方のメンバー外になってこっち来てたパターンあって。そう、あ、そうなんや。北陸アイドル部メンバー外に、もうはい、もうね、宣告外メンバー外、ずっとメンバー外になってる。なんでですか。いや、まあ、でもそれもね、まあ、ついに金沢さんで使っていただけるなら、うん、まあそうです。そうやで。まあそうそうそう。すいません、メッセージ、はい、中山さん少し痩せようできてる。いや、マジか。それ私読まなかったのに。中山さん来てますよ。やめてもらっていいですか、本当。嫁と子供いるんですから、もう。やめてもらって。まあ、でもジム行ってますもんね。本当だよ。でも中山さんサッカーむっちゃうまいんですよ。いや、見てくださいよ、そんな。いや、ね、実は各局対抗のこうサッカー大会みたいな、たまにね、やりますね、はい、やってて、ほんで、まあ、MRO、そして、まあ、テレビ金沢、HAB で、あと石川テレビ、NHK さんっていうので、ちょっとあとツエゲンのチームで対抗で、フットサルよりも人数多いから7対7ぐらい。そうですね、77でソサイチっていう形で。そうですよね、はい、で、人数の関係で僕はツエゲンのチームに入って、はい、やったんですけど、中山さんがうまいからちょびっくりしたんですよね。うまいですよ、やめてもらって。こう見えてうまいんですよ。この話題もう良くないですか。私あれみたいです、リフティング。何がミヤム中山さんの中山さんのリフティングみたいです。ダメですか。いや、ダメなことはないけど、はい、あればもう引くぐらいうまいですけど。うわー、でもここではちょっとお見せできないかなっていうことで、まあ、これだから例えば2回目がもしもあったら、あるなら、ね、この放送番組が2回目がもしもあるとしたら、中山さんのリフティングはここで見ることが可能ですけども、あなたがいるかどうかがわからない。待って、なんですか。中山さん、あれ、そこが一番問題やね。そうですね、
ミヤムさん告知多いかなって書いてありますね。そうですよ。これはもうあのでもね、これ北陸アイドル部にしてはすごい宣伝マンやね。ちょいちょい入れてくるもんね。ちょいちょい。え、まあまあ。サントスっとね、シュートみたいなね。サントス？まあ、次いけどね。はい、次行きましょう。はい、行きましょう、行きましょう。はい。さあ次は？はい。ででん。大人のサッカースクールに参加してみたいです。これは中山さんちょっと詳しく説明を。大人のサッカースクールは、はい、毎週月曜と金曜で、ね、金曜と日曜の日曜の朝もやってるか、はいこれは、何歳から何歳で大人っていうことですから、やっぱり下が決まってるわけですよね、年は。はい、あの調べてこよう、それ決まってます、決まってますよね、はい、学生じゃなければ、はい、あ、学生じゃなければもう二十歳以上で、まあ、例えばそれでも高卒の子だったら18歳とかで大人じゃないですけど、大人じゃないんでしたっけ、18歳って。いや、まだそろそろ認められると思いますけどね、はい、そろそろ認められる。結構定員もういっぱいになったりとか、すごい大人気のクラスになって。いや、だからそれもっとそれ増やしていけば金づるのスクールじゃなくて言いましたね、そういうことですね。じゃないですか。だって、ね、入りたいけど入れない人がいるんだったら、結構いろいろあのいろんな取り組みしてて、ええ、あのガンバとか、うん、あの名古屋の大人のサッカークラスのチームと、ええ、遠征して試合やったりとか、はあ、はい、やってるんや、ちゃんとやってます、ね、ホームゲームでもあれですよね、講座試合、後ろの試合、コールリーダーがね、はい、大活躍してた、ええ、はい、そうなんですよ、まあ、見てる方はね、あれ年に1回だけ、そうですね、年に1回はやるようには講座試合があって、はい、あれちゃんと僕があれで選手紹介してるんですよ、してくれてちゃんと、ね、残業で講座試合やから観客変える本当あれもなちょっと残っとったけたらね、そうですね、もうちょっと盛り上がってねでもあれでも相当気持ちいいって皆さん言っていただいて、やっぱりそりゃそうでしょう、選手の実際に使ってるスタジアムで、うん、で実際のボールを使ってっていうのがあるので、すごくないですか、ね、すごいでしょ、やれます私も、いやすいません、話最初から聞いてたかな大人のサッカースクールっていうのがあって、はい、あるんですよね、そこの人たちで年に1回講座試合はすると、あるで、そこの大人のサッカースクールに入ろうと思ってもいっぱいで入れない、はい、私できるんですか、できへんやんだからあ、女性とかは女性もできる、女性もいます、できる、できます、あ、でもいっぱい、いっぱいやね、だから本当に会費も大人だからそこそこ高かったですよ、あれ1万円くらいだったよね、確か、そうですね、そんな取らないかもしれないですけど、場所によるのか、そうですね、うん、はい、まあ、でも本当になんかやっぱり大人の皆さん誰か情報あのすいません、この番組してる、してる、もう入って、はい、入ってます、あ、すごい、すいません、よろしくお願いします、ご説明を、おいくらですか確か入会金が1万円で、その月の月謝っていうのはそのコースによって違うはずなんで、でも多分数千円台のやつで、あと制限のユニフォームかコーヒーと T シャツがあれば大丈夫です。それは購入しないとダメなわけですか？購入、そうです、購入ですよ、そうです、コーヒーと T シャツか、皆さん購入いただけるユニフォームかのどっちかですね、はい、なるほど、はい、調べとこうね、いやもう今ちょうど説明しようと思ってそこですよ、あの本当に水上君こんな感じにならんように頑張って気をつけます西武でやってくれたサッカー教室楽しかった、あ、楽しかった、ありがとうございます、ね、来てますよね、大人のサッカースクールいいな、でも遠いから無理、あ、そうこれね、遠い、本当、あ、例えば能登の方から、あ、試合でもそうなんですよ、です、ね、ゲームでもこれも考えてほしいんですよね、だから例えば能登のこの輪島とかそういうところから何かこう何かしらバスとかでこの試合会場に来て来る道中になんか北陸アイドル部のあた、ね、子たちがちょっとバスの中で何かをするであったりとか、そういうまた帰りも何かがあるとかってなると、そのバスの中が楽しかったりとかで試合を見て、でまたそれ帰っていくと、もうこういうのがまたいろいろと、そうですね、はい、あのホームもなかなか難しいことはいっぱいあるんですけど、去年はあのアウェーで、試合あった時に七尾市でパブリックビューイングとかやりましたね、イベントもやらせていただいて、食祭市場でしたね、あれ ね、はい、あれ確かやったのがあれ誰やったかな、あの時に司会した人が確か女性の方だったようなそんな気が誰だおったわここにやったよね、ありましたね、これ
どうでした、やってみて。たくさんの方来てくださって海をバックにしてイベントをしたんですよね、試合の前に。それがすごく楽しかった。海の前でヤサガラスさんを呼んでちょっと小芝居を小芝居言われてましょう、はい、やめてもらっていいですか、小芝居。そしてザマちゃんはこれMRO の許可は取っておりません。大丈夫？大丈夫だと思う。ほんまにもう今更遅いけどこうやっといてくれて大丈夫だ。今更やけどこうやっといてもらったらね。今年は七尾以外でも何か所かで、出て行って、そういうパブリックビューイングとかもやりたいなとは思ってます。おー、はい、予定とかはどっかでっていう予定は加賀の方とか、あ、いいですね、まあ、輪島の方とか、まあ、今いろいろ場所だったりとか、一緒にやってくださる方をいろいろ募ったりとか、はい、あれですよね、例えばいろんなところで、例えばトークショーなんかもやったりとかしてますもんね。小松が結構去年は多かったと思うんですけども、はい、もう今年は大活躍。違う、もうトークショーは喋るの苦手なんでどうかなと思うんですけど。いや大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、ついてきますからこの人は。もちろんですよ、ずっとついてきますから。でも辻尾は毎試合帯同してもらおうと思ってるので、アウェーに、なので、あ、そうです、はい、アウェーに帯同、あと今年出番多い、やっぱり出番多いわ。引き続きタッシーですね。なんでまあそういう意味ではタッシーと。タッシーや。タッシーです。俺ちょっとずつ飽きてきたんやけどな。大丈夫かな。ちょっと待って。行きますね。今さら。さあ、でもいろいろといろんな活動とかもやっぱり去年よりもちょっと凝ったものとかが増えてきたりとか。そうですね。今年新しく出てるかな。出てます。挑戦をこの町の伝統にっていう。はいはい、書いてますね。新しく理念を作り直したので。まあ、本当にいろんなことに挑戦するっていうのと、うん、まあ、挑戦してる人をこう応援するようないろんな取り組みをしたいなとは思ってます。あ、それはサッカーに限らずいろんなものに挑戦している方にちょっとスポット当てていくみたいな感じですか。はい、そういうこともやりたいなとは思ってるので。なるほど、はい、ちょっと今年もねいろいろな、まあ、シーズンがもうすぐ、まあ、開幕っていうことで、もう言うても来週やで。はい、あっという間ですね。分かってた？分かってますよ。もっちの論です。もっちの論ってあんた古いこと言うね。すっごいね。いやすごいこうメッセージも、ね、いただいてて、これライブ配信オンリーなんですかっていうコメントもいただいてたんですけど、その見逃し配信みたいな。できますよね。はい、アーカイブされるので、また後から見ることもできます。あ、そうですか。です。いや、こう面白かったー。本当に、ね、あと2時間ぐらいやりません、これちょっとね、番組や。めっちゃ楽しいねんけどね。そう、これ来てます。やっぱりアウェー戦のパブリックビューイングも金沢の街中でお願いします。もちろん金沢の街中っていうのもあると思いますよね。はい、去年は市役所でもやりましたもんね。はい、ちょっと雨の中でしたけど、今年も開幕は、例年通り100万ボルトさんでやりたいなと思ってますし、2月24日、はい、100万ボルトさんでパブリックビューイングをやると、はい、言ってよかったかな。はい、大丈夫です、はい、あれ大丈夫、ね、ライブ放送ですけど大丈夫でしょう。まもなくですね。まもなくね、まもなくです、はい、大丈夫ね、はい、大丈夫ですか、本当に大丈夫ですか。ね、もう言っちゃったから仕方ないですからね。じゃあもう言いますよ。100万ボルトさんで2月24日こちらパブリックビューイング、はい、直江店、ね、金沢直江店、金沢直江店で、はい、行われるということで、現地に行かれない方はこうやっぱり皆さんで応援するっていうのがやっぱ盛り上がりますもんね。そうですね、それが一番盛り上がりますね。声出てました、大丈夫でしょうか。はい、出てました。ね、あとは、まあ、ご自宅でとか見られる方とかもおられると思いますけども、コロナ禍で初戦2月24日アウェイに行かれるという方は、あ、いや手挙げなくて大丈夫ですよ。1、2、3、めっちゃザマちゃん挙げてるし、一番綺麗に挙げていただいてる。だってさ、自腹払って宮崎キャンプ行ってんで、すごいですよね。ね、笑ってるしね、そんでね、またね。ね、北陸アイドル部、このミアムは、はい、去年は、はい、アウェーとかはミアムはないんですけれども、うん、前列に座ってるお二人は、はい、二人でアウェー戦応援に来てました。京都来てた、来た、はい、
西京極よね、うん、最強極なんて言うた西京極最強焼きやった最強焼き西京極ですよ、もうほんまにもう ね, ね何言うとさ、誰が最強極なんでね言ったね言ったね、はい、やっぱりそろそろこっち変わった方がいいんじゃないかなもう近いから多分、でもルーティーンじゃなくても、ええ、変わり、週替わり週替わり何のルーティーンで全然関係ないもう狙ってるよ、はい、どうするうここの椅子いやもう、どうぞ私、8側で何を言ってんのねでも、ザマさんもね、ご出演いただいたということで、ええ、MRO さんじゃないですか、ええ来週2月20日水曜日、うん、MRO テレビ、水曜夜7時から、はいまあ、絶好調ダブルね、皆さんご存知の本当になんか告知入れてくるねバモツエーゲンです、バモツエーゲンあ、じゃあね、バモツエーゲンだよ、バモツエーゲンねバモツエーゲンですよ、バモツエーゲンですよバモツエーゲンバモツエーゲン、こちらの、はい、コーナーを担当するっていうまあ、ミヤムではなく、はい北陸海出るキャプテンの松井ゆかりが準レギュラーとして出演させていただけるということで、はいはいなるほどなるほど、まあ、応援していくということでね、はい、もう皆さんもね、ここにおられる方っていうのは言ったらほっとってももう言ったらもう杖源のファンこれはもう言ったら何を言わなくてももう分かってくれてる方たちばかりですから、うん、あとはねどうやって今度我々がスタジアムにこうねまだ来たことないような人をこう足を運んでいただいて楽しんでもらうかですよ、本当にそのために必要なのはあそこで試合前のあのステージやであそこは重要やで入り口やから大変さんここでそうやってバトンタッチをこっくるんですねは違う違う何を言ってんのかちょっとよくわからない大丈夫かとえ北陸アイドルとステージみんなで見に行こうじゃなくてですいやだからそこであ楽しいなって思って試合があるときはそこのステージを見に行こうなって見てみんながゾロゾロ入っていたらここでサッカーがあるんだなじゃあそれを見に行こうっていう要はその入り口がそこのステージやねみんなそうですよねやっと分かってくれた違うんですよやっと分かってくれた北陸アイドル部の応援してくださってた方が、ええ、杖源金沢さんの試合の応援にも実際に来てくださったりして、うんええ、あと定期公演でその、うん、ファンの皆さんが、ええ、杖源のテーマをやらせていただいてるんですけど、うんうん、ペンライト赤に皆さん染めてくださったりとかして、うんうん、一体感を感じられるライブができております、ええ、なるほど、はい、もう一体感を感じられるライブが北陸アイドル部ではあるっていうことですねそれもね、杖源金沢さんの試合前の、うんステージイベントでも行わせていただけてるなっていうふうに私は思っておりますけれどもいつも温かいサポーターの皆さんのおかげで、ね、ここはね、はい、今評価はあそこにちゃんと部長がねもう言うたらミヤムの評価はもう中山さんですからそうですね ね、まあ制限金沢最高ですよね本当に皆さんね、はい、ミヤムが全然こっち見なくなるもう見れないっすわもう大平さんしか見れないっすもん本当に俺ずっと見られてるもんなこれとずっと見られてるけどなんてコメントしたらいい俺だって中山さんとずっとちょこちょこ目が合うから、はいね、静止するようにね目で訴えてるんですけどなかなかねそう止まらないですねだから、はい、もう本当にでもね中山さんとかも辻尾さんとかそして、うん、誰でしたっけタッシータッシーです忘れちゃいましたタッシーいろいろまたいろんな企画を考えて、はい、もちろんそのスタジアムもそうですけども他のねパブリックビューイングであったり、まあ、トークショーであったり握手会とかありますよね今年もそうですねスタジアムのイベントは盛りだくさんで、ええ、はいミヤムにも頑張ってもらいたいなとは思ってます、はい、ほらほら、はい、一応チャンス今年2019年まだはい、ええ、彼女たちの活躍はあなたにかかってるかもわからない大事なキーパーソンってことですねいや、やっと分かってくれたあとそういうことやでよろしくお願いします皆さん、ありがとうございます本当によろしくお願いいたしますはい、ここでポチも来てるやんか、はい、ミヤム今年は雨降らせないでねよう知ってるやん、ほんまにねミヤム、はい、今年もやっさん狙撃いやあなるほどやった あったやないやいやそれやったやねあれはもう洗脳されてねそうなんですよ、はい、私ではなかったんですあ洗脳されて洗脳されて、まあ、自分でも何がなんだかわからない状態になってね、はい、そしたらなんかニュースでバーンって撮ってまあ最後ちょっと笑っちゃってましたね笑ってたよねまた番組のニュースでバーンって出てねってもうサテンの会話やないねんからね
頼むよ。生放送ですよ、はい、いろいろねメッセージもたくさんいただきました。ありがとうございます。ミヤムはハートまで来てるよ。嬉しいです。いろいろと応援していただいてますけれども、さあということで、あ、ちょっとこ、あと、あ、いいんですか、あと5分で、まだ5分もいただけるんですか。あ、そういうことか。そうなんですか。そろそろエンディングに行けということですね。そういうことですね、ええ、なるほど。あの、気になれへん、今日この分2時間やったけども、ほんまに2時間やで、俺。おー、あと9時55分やけど、あっという間。そう、皆さんどうでしたこの番組。おめでとう。あの、最後の最後にちょっとこう皆さんの反応もね、はい、あの、今後あの2回目3回目が続くというのも、この皆さんのね反応にもよりますし、はい、もう DMM さんもそれをめっちゃ見てますから、はい、俺あのずっとね、あのディレクターの方マスクしてるのよね、はい、ずっとマスクしてたけど、はい、そのマスクの下の笑ってるかどうかがすっげー気になってて、めっちゃ気になってて、ねえ、ねえ、さあどうやろう、この後いけてるかどうか、またも、もしよかったらね皆さんね、はい、あのラストのラストですけども、あの、次回もよろしくみたいなコメントいただけたらね、ええ、もう次回も続けて、もうそのメッセージを見せますから、はい、見せますから、見せますからね、ぜひ皆さん、さあじゃあね、まとめに入らせていただきたいと思いますけれども、はい、そう、いかがでしたか、この番組通して、あの、まあ、辻尾さんからちょっといただいてね、今日この2時間どうでした。いや、ほんま2時間持つんかなと思ってたんですけれども、ええ、楽しくてあっという間でしたね。あっという間でしたよね、はいはい、また次回もぜひ、はい、次回も、はい、その時ありましたらまたぜひ、はい、選手もちょっと呼んでみたいですね。選手呼べたら、はい、それいいでしょうね。選手がもしも来たら、多分この席やろうね。多分ここっすか。じゃあ俺ここ来ますよ。4つ目があるの、はい、4つ目行きます。4つ目があるのか、はい、そう。中山さんどうでした？2時間。そうですね、ええ、まあ、トライアルで初めてなんですけど、ええ、思った以上にこう盛り上がってよかったなっ、面白かったですもんね、はい、ネタは結構いろいろ用意はしてるので、ええ、あ、そうですか。レギュラーでやりたいなとは思ってます。じゃあこの辺にちょっとヤサガラスが立ってたりとか、まあ、まあまあまあ、あの、僕ヤサガラスしかやってないわけじゃないので、あ、そっか、ねえ、あの、ね、喋っとく。そうですね、ちょっと、いや、いいですよ。ちょっと待ってちょっと待ってください、はい、やっぱり2時間っていう時間だったんですけど、うんうん、これ結構3時間4時間いけそうだなと思って。いや、いけるのはいけると思うけど、はい、ねしんどい。しんどいですね。大変しんどいです。お尻はなかなか結構大丈夫、はい、お尻には結構きますね。きます、はい、立っとったら楽だけどこれね、はい、もうちょっともうちゃんと、うん、本当にもうちょい勉強して。でもこれあれもね、要はまだ開幕してないから話のネタっていうのがまだちょっとね。そうですね、あの、はい、試合が1試合2試合とか進んでいくとちょっと振り返りとかできたりとか。そうですね、あるけどそれがまだできない。まあ本当選手とか出てきたらまた、はい、そら展開はあるかなと。選手とか出てきて、やっぱり出てきてくれたら、はい、あの、まだ見てると思うんでね、選手もちょっとまだね、もし来る機会をしないといけないですね。ほんまですよ。え、たし、いい？もう終わり？終わりでいい？全然まとまった話してないけど大丈夫？盛り上げて頑張っていきたいな。もうちゃんとあれですよ、うん、開幕したらもっとすごい深いところまで行きますよ。深いところまで行く？はい、深い。いや、まだ浅いところだ。なるほど、海の中みたいな話だったけど。さあということで、はい、まあね、お時間となってしまいましたけども、はい、初めてのこの杖源金沢と DMM.com さんのね、このネット配信番組ですけども、うん、本当に皆さんいかがでしたでしょうかね。また本当ぜひともね、2回3回と続けていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。そしていよいよ杖源金沢開幕ということで、ぜひとも皆さんね、あのスタジアムに足を運んで大いに盛り上げてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。杖源ナウ以上です。